はい、皆さんこんばんはです。こんばんはです。こんばんは、こんばんは、こんばんは。あ、テス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 。今日はちょっと、早めに始めますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。木曜日の、夜をいかがお過ごしでしょうか。ケーダータイム始まります。リリリリリ。ちょっと待ち、これですね。みかんまんさん、こんばんはしていく。こんばんは。あ、グラさん、こんばんは。キッテンヨン。ナナヒリオさんも、こんばんは。皆さん、こんばんは。いやー、すいません。今日ちょっと予定ですと、明日やる予定だった、みんなのプレビューですが、急遽今日やることにしました。なぜかというと、後でご説明させていただきます。はい。で、ね、あ、早く来れた。嬉しいですね。そう言ってもらえると嬉しいですね。ですね。今日はね、今週末土曜日に行われます、ナムロパース対京都サンガ FC の、ルヴァンカッププレイオフステージ第2戦ですね。を、プレビュー、皆さんと一緒に、プレジ、あ、クマの結果早く出せ、FC。こんばんは、シンガーさん、こんばんは。ねえ。もうね、6月10日にやるみたい。6月10日にね、出るんじゃないの的な噂がもう漂っていて、ちょっとね、後からそのこともね、ちょっと話したいと思います。なので、サムネにちょっとね、くばしをつけましたが。はい。ということで、プレビューしていきたいと思いますが、まずね、前回第1戦のスコアですね。第1戦のスコアはなんとですね、前半にですね、相手のね、京都にとっては心臓的な存在のね、川崎選手がレッドカードで退場ということで、まあ、数的有利もありながら、きっちりとね、6点取って、6対1で勝ちました。これはね、まさかのね、元俺たちの崎山選手が1点、アウェーゴール取られたにしても、この6点取ったっていうことはもうかなりね、大きいんじゃないかなと思います。つまり、土曜日 5-0 で負けない限りね、まあ、勝てるかなという展開ではあるので、ちょっとね、有利なんですが、まあ、サッカーはね、何があるかちょっとわからないんで、そこはちょっと油断禁物でやっていきたいかな。あと今日はですね、だからそういった意味では6対1という第1戦のスコアがある中で、第2戦のね、スタメンとかどういう風にしていくかっていうのをちょっとね、いつもね、スタメンドーンって僕が、大体のやつを考えたやつを出すんですけど、今回ちょっといろいろね、わからないところあるので、まあそこは皆さんと一緒に考えていけたらなと思います。テラさん、こんにちはなんですけど、山淳さんじゃないんですな。もうね、この前2回行ったかな、4回目かな、山淳さんじゃないんですよね。ケイダです。よろしく。山淳さんみたいに何回目か爽やかに生きられないんですよ、私はね。はい、ということで。あ、でも明日出ますよ。ねえ、明日ね、明日、クバさんのことですかね。なんかちょっと、ねえ、わかんないんですよね。ちょっといろいろ噂がね。はい、ということで、何喋ってたっけな、今。ということで、ちょっとスタメンとかもね、いろいろ、果たしてガチガチ、一週間空いてるからね、ガチスパで行くのか、はたまたちょっとね、若手使ったり、普段使ってない選手使うのかっていうところもね、予想しながらになると思います。土曜日も、あ、シンガーさんありがとうございます。土曜日も必ず見ます。ダゾーンで見、あ、じゃあぜひぜひ私のね、はい、実況、熱血実況で楽しんでいただけたらなと思います。インヌさん、こんばんは。こんばんは。インヌさん、はじめましてですかね。ねえ、こんばんは、こんばんは、していく。こんばんはですね。多分ね、こんばんは、って感じかな。はい。ということで、早速ね、まずですね、ちょっとまずはね、プレビュー進めていきたいと思いますが、今日ね、前回ミスったようにね、今回もね、なかなかミスりそうだったんですけど、10時からね、五輪、
代表、五輪世代のね、試合がありますので、それがね、10時からありますので、まあ、8時からにしまして、2時間ぐらいでできたらなと思います。たぬきさんこんばんは。土曜日はね、現地じゃないです。ルヴァンカップはね、もうがっつりと実況生配信していきますので、はい、生配信します。はい。なので、現地に行く方々はね、私たちの分もね、ぜひね、応援していただきたいと思います。おまわりさん、こんばんは。よろしくお願いします。ということで、ね、ちょっと今日飲み物がなかったんで、偶然ね、ちょっと水とかもなかったんでね、ちょっとすいませんけど、ちょっとハイボール飲みながら。うん。すいません、ちょっとね、普段あんま飲まないんですけど、ちょっと水とかなかったんでね。あ、やめろよさん、こんにちは。あ、今日なんか、いろんな方々が来てくださって嬉しいですね。はい。ということで、早速、進めていきたいと思いますが、まずね、どうしようかな。まず、やっぱり、予想される、ナウグランパーツのね、スタメンからね、皆さん行きたい。あ、まず、相手のスタメンからしようかな。相手のスタメンはもう作ってきたので、相手のスタメンはもうね、こんな感じですよね。おそらく。京都のスタメン予想というところで言うと、まあ、4-1-2-3 でですね。で、前に松田、宇高、山田選手だからまたいないのか。もういる？いるかな？はい。で、ちょっとその辺がわかんないな。で、武田選手と、福岡選手の、ツーボラン、インサイドハッカー。で、アンカーにね、川崎選手が出られないので、金子選手かなと。ここちょっとだいぶね、やっぱ川崎選手よりは少しちょっと落ちるかなと思っているので、まあまあまあ、はい、な感じかなと。で、4人、最終ラインは、荻原、浅田、アピアタイヤ、久志、白井選手かなと。で、ゴールキーパーは上福本さんなんじゃないかなと今度は思うんですが、こんな感じでいかがでしたろうかということですね。はい。で、まあ、これはまあ、こんな感じじゃなかろうか。で、今度、名古屋のスタメンですよね。名古屋のスタメンがね、あ、作ってた。あ、これは違うんだ。これは、普通だと、こういう風だと思うんですけど、まあ、名古屋のね。ただ、ここをどうずらしてくるかかなとは思うんですよね。ただね、皆さん、ご存知の方もいると思うんですが、確かに日曜日にね、練習試合するんですよね。だから、そこで、練習試合があるから、まあ土曜日はガチ面で行くのか、はたまた練習試合にちょっと主力をね、練習として出すために土曜日は少しメンバー落とすのかっていう、落とすって言い方いいからね、メンバー変えるのかっていう、そこはちょっとね、難しいところ。あ、ちょっと待ってよ。キャンブンは、平成さん。あれ？平成さんってさ、名前変わっ、平成、名前変わりましたね。生まれじゃなかったですもんね。平成でしたもんね。わ、平成さん名前変わってる。こんばんは。はい。っていう感じで。まあ、どうかな。多分、ちょっとね、僕的にはね、面白い。一回ね、まあ、5点差あるということもあり、あ、ちょっと待って。これまた間違えた。こんなんもね、楽しいんじゃないかなと。ちょっと待ってよ。ツーシャドウをね、そうそう。これしてますね。銭湯安倍にしたんですよ、私。これなんか見て一回でいいから見てみたいなと思って。銭湯安倍のツーシャドウ。マテちゃんちょっと休ませてね、みたいな感じでね。まあ休ませるって言ってもね。はい。あれですけどね。一週間空いてね。また次も一週間空くからね。あ、クリロナグランパスさん、こんにちはわ。ということで、ちょっとこんな感じでね、見てみたいなっていうのがあります。相馬さん、まあ、森下さん。銭湯安倍。2歳9ヶ月になったので、あ、ありました。2歳、1ヶ月ごと変えていくのかな？それはね。はい。っていうことかな。ねえ、あ、シンガーさん、安倍ちゃん、そう、ちょっとね、安倍ちゃん使ってほしいのもあるし、なおかつ、ちょっと銭湯選手と安倍ちゃんの並びを見てみたいんですよね。うん。見てみたい。ちょっと見てみたい。柿谷と安倍ちゃんの、あ、だからそういう、だから、あれですよね。そのパス、なんだろうな。いつもだったら、そこにマテちゃんが入るところを、ちょっとね、違うタイプの選手、二人で見てみたいというところありますよね。うん。でね、だから、あとはまあ、フォワードも、だから、酒井選手で行くのか、ね、これちょっとわからんね。酒井選手で行くのか、まあ、金崎選手とかで行くのか。
もしくはいきなりスタメンで石田選手を使うのかとかね。石田選手でもどうだろうね、なんかここ最近あんまりね、いいパフォーマンス出てない気もするが、どうなんでしょうかね。やっぱシャドウは鍋ちゃん見てみたいですよね。柿谷選手もね、だから柿谷選手がだから今行方不明というか、全然ベンチにも前入ってなくて、天皇杯も入ってなかったしね。天皇杯入ってなくて、この前のルヴァンでも入ってなかったんで、ちょっと心配は心配なんですが、その辺がね、石田選手もね、なかなかね、石田選手決定力ね。まあ決定力はね、基本ないですからね、このチームね。マテちゃんぐらいかな、決定力。あと、銭湯選手も悪い。安倍ちゃん銭湯選手はシュートうまいね。いやー、ほんと決定力よ。はい。このね、京都のスタメン予想の真ん中にいる、みたいな選手がね、もうすぐね、復帰してくれるといいんですけど、そういった選手が、ラングランパスもね、そう、石田スタメンがだから、この6対1だから出るのかっていうとこかな。はい。だからここにちょっと今日はいろんな括弧を乱用していこうかね。括弧乱用システムでいきましょうか。ちょっとね、どうやっていくかね、わかんないんですよね。金崎も全然あると思いますもんね。ムーさんね。ムーさんもちょっと、金崎、この辺がね、ウィングバック石田選手はなんかもう今はちょっと使わん気もするが、どうか、あ、点が丸になってる。あともう、どうだろう。港サッカー場の帰りに柿谷の車が、へぇ、じゃあさ、柿谷選手いたの？あれ？ミニは来ていたってこと？てか、単なるベンチ外ってことかな。シャドウにマテウス入れるといろんな攻撃のバリエーションあるから、ねえ、まあ、そうそう、インヌさん、そう、ガチ面だったら、マテちゃんも、2億%外せないですよね。2億%外せないんだが、ちょっと6対1っていうところでね、いつもと違う感じでちょっと見させていただければなぁとも思うんですが、まあ、別に銭湯安倍ちゃんの並びだったらね、全然そこまでめちゃくちゃ落としてるとか、そういうわけでもないので、ねえ、っていうのもどうかなと。森下くん。まあ、でもまあ一週間からやっぱり、こんな感じでいくかな。あ、でね、ちょっとね、レオ氏をね、休ませて吉田春樹選手を入れたいなとも思ってます。こんな感じ。ね。吉田春樹選手、やっぱもうちょっと見たいんですよね。いやー、天皇杯はあんまり良くなかったんですけど、ちょっともうちょっと。でね、僕天皇杯のね、試合見て思ったんですけど、やっぱり若い選手でめちゃくちゃおとなしいんですよ。声がね、全然出てないというか、めちゃくちゃおとなしいので、ああいうところがもうちょっとね、元気になったらまた変わってくるのかな。自信もつくとね、元気になってくると思うんですけど、もう丸山さんがね、もっと声出せ、声出せ、みたいな、指示出せとかね、いろいろめちゃくちゃ、言ってましたけど、声が聞く、丸山さんの劇が飛んどりましたが、こういう時普段出てない選手のね、経験ね、吉田春樹、やっぱ石田選手も入れたりしたいですよね。あと、まあ、本当はね、最終ラインも、あ、チアゴ選手出るかもね。だから藤井選手、あとはね、やっぱり6対1だから、ね、変にね、ガチ面で行って怪我されてもね、まあ、どうなんでしょうね。チアゴ選手入れるかな、どうですかね。そのね、日曜日に練習試合があるから、どっちに練習試合でね、どんな意味で練習試合を組んだのかっていうところがね、ポイントにもなってくると思うんですけど、そこはちょっと健太くんしか多分わからないので、こんな感じかな。ちょっとまあいろいろありますが、まあ酒井、あ、いいね。でもこのメンバー僕見たいけどね、このメンバーは見たくないですか？金沢、あとはだから柿谷選手がね、今度はベンチに入るかどうか、ちょっとね、最近本当に出てなくて、どういうあれなの。個人的には春樹入れるときは、学ぶと、おぉ、指示出してくれる関係の。天皇杯もめちゃくちゃ、春樹さん言われてたもんな。こっちこっち、何だ学ぶさんめっちゃ声出しますよね。ね、めちゃくちゃ声出てた。びっくりした。丸山さんとね、斎藤さんがやっぱめっちゃ声出してるかな。で、意外に安倍ちゃんもね、
大きい声じゃないんだけど指示出してる。ちょこ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 。うん。かな。うん。なんかやっぱ、今ちゃんとはね、早く復活してほしいのもあるけど、やっぱちゃんとがないからこそ聞こえるああいう声もやっぱ面白いですね。平成村さん。千と阿部のツーシャドウならどんどんボール出てくると思うので、坂井は前の人ね。そうそうそう。なんか、あとこの三角の関係ですよね、前線のね。すごいなんか面白いなぁと思いながら。はい。セレッソですか？あ、練習試合の相手どこなんですかね？どこなんだろう？知ってますか？練習、あれで見れるかな？公式で見れるのかな？相手まで出てますかね？ちょっと待ってよ。ちょっと待ってね。公式で出てるかな？あ、ちょっと待って、なんかこれあれやな。よいしょ。よいしょ。ちょっと待ってよ。もういいや、いいや。ちゃんと、そういうことです。なんかね、変なのよ。あたり、来た来た来た。よいしょ。グランパス。な、グランパス、公式。動画出てる。トレーニング後のコメントか。インサイド。トレーニング後だから練習はやっぱりね。ルヴァンカッププレイオフステージ第1戦。J リーグルヴァンカップ。ちょっと待って、何これ。ちゃう。これじゃない。インサイド。これ ?7 月10日。出てる ?6 月10日でしょ ?11 試合で。あ、ほんとだ。セレッソって書いてある。練習試合セレッソ大阪とですね。へぇ。セレッソさんがやってくれるんだ。お互いだから、いろいろ試したいのかな。セレッソさんね、乾さん。出ちゃいましたね。ね、びっくり。まあまあまあ、なかなか難しさもあるだろうなと思っておりましたが、乾選手が果たしてどこに行くか、ね、神戸さんに行くのかとかなんか噂が流れてますが、はい、セレッソさんとやるようですね。はい。ということで、まあ、ちょっとスタメンはじゃあ、こんな感じにしときましょうか。なんか、あ、そうか、だから、さっきの意見を、ちょっと取り入れると、そうそう、丸山選手は入ってるから、だから、斉藤選手がね、確かにちょっとまたね、ずっと出番なかったんですけど、天皇杯で活躍して、少しね、ベンチにも入るようになってきたので、まあ、ベンチに斉藤さんは、もしかしたら入るかもしれないですよね。でも、で、もしかしたら点差もあるので、スタメンもあり得るか。斉藤さん、入るとしたらね、どこで使おうね。なんかね、斉藤さんね、やっぱウィングバックやってた、一瞬なんか見たけど、あんまり良くないんだよね。やっぱトップ下だよね。シャドウになるのかな、斉藤さん使うなら。となると、仙藤さんとか、安倍ちゃんとか、斉藤さんとか、柿谷さんとか。で、あとは、ま、そのままマテちゃん使うかってあたりかな、とは思いますね。あ、川西さん、俺30。こんばんは。ねえ、ということで、神西さんはあれだね、ルヴァンカップはもうね、自信持ってもう応援できますもんね、もう気持ちよくグランパスしてくれ、応援できますよ、にー、なんて思って。はい。ついに、和製メッシさん、そう、なんかね、和製メッシさんで、ね、ベンチ入り、ちょっとね、天皇杯でね、いい動きしてたんで、アシストも決めたしね、阿部ちゃんがゴールの時の、あれもなかなか良かったしというところで。はい。ただまあ、ベンチ入りメンバーだから今回ちょっと予想しづらいですよね。まあ、一応でも入れますかということで、まあ、まさかのね、渋谷くんじゃなかったんでね、渋谷選手じゃなくて、東選手なんでね、渋谷選手どうすんだろうね。まず、あ、ちょっと待って、これ、プロパティ。渋谷選手がね、まさかの第3ゴールキーパーになっちゃってるから今ね、東さんだよね。東、ジョン。よいしょ。で、まあ、チアゴですよね。チアゴさんですよね。で、こっからがね、だから、まあ、あ、宮原選手と吉田豊選手まだですよね。多分、怪我。なんか健太さんの会見がないとわかんないですよね。怪我どうなってるかとかね。でも二人ないとガチ厳しいですよね。この、早く復帰してくれと思うんですが、まあ、チアゴ選手。で、まあ、最近の見る感じだと、まあ、石田選手、石田選手。だから、ベンチに、
ベンチに入るよね、あの人。レオ氏入るよね。ベンチからも外れるかもね、もしかしたら。ブラジルの2人は休憩かもね。そんなことないから。使ってくるから。レオ氏。で、どうかな。あとは、まあ、柿谷さんと斎藤さん入りそうだけどな。柿谷さん、怪我かな？誰か知ってる人？柿谷さんが、ベンチにも入っていない理由。宮原さんと吉田さんは怪我っていうのをね、知ってるんですが、柿谷さんがね、週末勉強終わって、スコア見たら、そうそうそう、そうな、マジレンジャー。マジ色なんですよ、マジで。マジ。楽勝でしょ？出た。好きだな、野田さん、こんばんは。13対1にね、こだわる野田さんね。またそのうちね、その13対1の試合をしてほしいですね。13対1相当っすよね。ちょっと待ってよ。ね、レオ氏書き入った、斎藤氏入れるか。なんか、あとは、なんか、薄井くんとか入れてほしいけどなぁ。マテは国立行ってた。あ、なんかね、マテちゃんと、そう、レオ氏行ってたっぽいっすよね。なんか、そんなの。聞きましたが、記事が 2-1 になった時点で守りに入っ、あ、そうそう、そこね、前回ですよね。だから、アウェーゴールで、をちょっとでも取りに行くっていう選択をしてくれたから、6対1になったのありますよね。2-1 でカッチカチに固められたら、ちょっとね、あんなに点数入ってないので、アウェー失点の1点がね、重くのしかかっとったとこでしょうとは思います、はい。ウィナーズさんこんばんは。タソさんこんばんは。シビソクのインスタ見たんですけど。ね、そう、それ、タソさん。その話も後でしましょう。ぜひね。ちょっとね、意味深ですよね、あれね。意味深。あ、これで負けたら？マジか。これで負けたらね、サポーターはやめへんけど、ちょっとかなりね、仕事なんか一日ずり休みしたくなるね、マジで。これでね、5-0 とかで負けたらね。あ、何、カネジさんお勉強ね。いってらっしゃい。今日は10時からのあれも見るのかな。ユイトさんが出る試合ね、おそらく。はい、いってらっしゃい。僕、勉強頑張っていい。前回の京都は延長だったし、あ、そうですよ。京都確か危なかったっすもんね。前回の京都はね、あ、まあ、弱かったというかあれですよね。そういうサッカーにね、1-0 になって、その後、退場者が出て、で、2-1 になった時、やっぱり10人でも1点取ったの すげえ、やっぱすげえわと思ったところで、やっぱりそこでね、キジェさん、アウェーゴール取りに行ったところからの、あんな感じですもんね。バンバンもう、スカスカなっちゃってましたからね。アサシさんめっちゃ上がってたしね。それはもうね、カウンターでやられる、モロ派の剣でしたからね。まあそういうのもあったかなとは思います。はい。だから今回はだからね、京都さんどうやって来るかな。犬さん、攻撃サッカーを貫いて、ねえ、もうだから、アウェーゴール欲しいんじゃーって感じでしたもんね。だからそこがさ、まあ、キジェさんらしいといえば、らしいのだが、ゼ・リカルドね。ゼ・リカルド。監督さんだよね。清水さん、違う？清水さん、監督さんがさ、ブラジル人の方だっけ？なんか、ね、新しい監督さん。もう、まだ来てないのかな？楽しみですよね。どんな風になるか。守備不足どうなるのかな？ね、田中さんこんばんは。そうそう、守備不足さんはちょっとね、後でお話も少しできたらなと思うので、ちょっとね、1,2,3、こっちちょっとちゃっちゃとやって、守備不足さんの話もしてって感じでいきましょうか。1,2,3,4,5。ちょっと、少ねえな。1,2,3,4,5、あと2人。1,2,3,4,5。ウィングバック誰か入れないとね、内田さん、石田さんかな、だから。内田さんはルマ入るかな？なんか、内田さんか、石田さん。石田さんはこっちにしとくか。石田さんは入るでしょ、最近の感じだと。1,2,3、あと1人。あと1人。キーパーでしょ、センターバックでしょ。ボランチでしょ、ウィングバックでしょ。で、まあ、トップ下と、あとあれか、金崎さんか。金崎さん入れとくか。マテちゃんはどうしよう。マテちゃんさすがに入ると思うけど、ちょっとマテちゃん、
ベンチには入るかな。柿谷選手ちょっとわからないので消しましょうかね。うん、怪我かもしれんよね。で、マテちゃん。マテウス、どう、まあ、いいか。マテウスだけでいいか。オッケー。こんな感じしとこうかね。とりあえず。どうでしょう。1、2、3、4、5、6、7。オッケー。まあ、ベンチ予想こんな感じにしておき、スタメンこうだよね。で、ベンチこんな感じ。マテちゃん、レオ氏はなんかベンチな気がするがどうですかね。うん。はい。丸山さん本当に休ませたいんだけどね。丸山さん休ませたいというかね、こういう、ね、時にね、いないんですよね。豊さんもいないし、川面さんもいないし。だから、チアゴ選手をセンターにやって、藤井選手左にしようかな。あ、そうしようか。ダメ？丸山さん、出るかな？多分出ない気がするな。そうしよう。いいですか？勝手に。ね、藤井選手左、あ、まあ、いいか。いやいや、わかんないからな。変えんとこ。浦和戦に向けて後半からでもある程度主力組にプレイね、そうそう、だから、で、そこだからね、で浦和戦とも一週間あるから、意外とガチで来るかもしれんし、でもガチガチでは来ないですよね、さすがに。なんだろう。マッシモさんだとあり得るけど、ガチガチで来る可能性ね。うん。でも多分、あ、カニさん、自称王国チーム、新監督。現、自称いいな。自称王国チーム所属。ホナウドや、あの、ビニシウス、ジュニア指導していた。ビニシウス、ブラジル代表の人でしょ ?20 代から指導者で、ボールを支配する、へぇー。え？ポゼッション？ポゼッションサッカーするの？川崎さんみたいなサッカーするのかな。どういうフォーメーションする人なんだろう。今清水さん4バックだから4バックは崩さん感じかな。4-3-3とかにするのかな。楽しみですね。どうなる、やっぱ監督変わると楽しみですね。見たい、どんなサッカーするかとかね、見たいですよね。それいいな、それ楽しみあっていいな。あ、でもカンディさん、ごめんなさい、名古屋サポでした、ごめんなさい、間違えた。はい、ということで、まあこんな感じにしますかね。はい。次、行きますせい。じゃあ、ここに来てですよ。ですね。注目選手の前に要注意選手、ドン。要注意選手、つまり、京都、サンガ、FC の注目選手、誰かなってことなんですよね。誰がいますかね。注目選手、やっぱ京都さんってさ、やっぱみんなでね、走るからさ、この人が注目っていうよりは誰かいますかね、なんかね。トッシーシーさん。クバのインスタの意図、あ、そうそう、皆さんやっぱね、もうその話したいでしょ。だからもうサムネにその人入れたんで、もう後でしましょう。あ、ってことで今度こそカネジさん勉強していく。またね、カネジさんね。はーい。そう。なんかね、います。要注意。やっぱり僕はね、ですね。やっぱりね、前回の見て、まあ、崎山さんは本当に今、ノリに乗ってるんで、動きもめちゃくちゃ良かったですもんね、崎山さん。やっぱ、元俺たちの崎山さんを入れよう。山崎さんはマジでちょっとね、要注意だし、白井さんこの前よう抑えたね。全然白井さん、あんまね、上がってくる、機会も少なかったしね。よく抑えた。でも今回も一応要注意に入れておきましょう。白井さんね。よくね、相馬さんと、丸山さん、頑張ってましたよね。どうですかね。うん、金子、うん。ピアタリア、久志さんがあんまりね、まあ、オーバーラップとかしてて、攻撃参加はしてたけど、やっぱり、荒があるのかな、あの選手ね。うん、上福本だな。まあでもね、要注意選手なんか5点差あるから、なんかそこまでね、って言って、そういうこと言ってるとフラグになるんだが、一応上福本さんはね、前回出てないので、上福本さんの元ってこれで合ってるっけ？はい、な感じかな。あとは誰、山田さんってまた出れんのかな？
山田さんってにあのオリンピック代表さんに選ばれてるでしょ。オリンピック世代の方に選ばれとるもんで、まだ、今日試合あるでしょ。いや、10時まで、10時からだからね、試合。それまでの中。今日試合あるでしょ。だから、いないか。山田さんいないわ。多分いないね。ってことは誰になるんだ。前回誰だったっけ。前回誰だったっけ。山田さんのとこ。山田さんのとこ、前回は、よいしょ、よいしょ。前回は、よいしょ。ルバン。ルバン、ルバン。トゥトゥルトゥー、トゥルトゥー、トゥルトゥル。ちょっとマッチくるよ。マッチくるよ。そういうこと、ちょっと待って。あいか、あー、腰痛いわ。なんだかんだ腰痛なるんだよな。背中と肩とな。首とな。前回の、よいしょ。あ、誰かコメントしてくれてるかな、もしかして。ですね。よいしょ。あ、竹富さんか。竹富さんやな、じゃあ。竹富さんだな。ここな。竹富さんやで。おそらくな。山田さん出れへんや。竹富さんにしちょきます。竹富さんにしていく。竹富さんにしていく。ちょっとね。竹富さん、山田さんは多分出れないね。京都さんのサポーターの方がいたら教えていただきたいが、多分出れないよね。そんなね、明日試合、今日試合やって、あ、でも出れるのかな？明後日。出る？わかんないね。ちょっとわかんないからね。竹富さんにしとこう。今日試合あるでしょ？今日試合あって、まだ帰ってこないかな。よくわかんないんだよな。試合日程がね、あちらのね。な感じにしときましょうか。ねー。おし、じゃあ、グランパス。これね、グランパスの注目選手をね。ちょっと皆さん、ここはちょっと意見も聞かせていただき、ここ一番皆さんの意見をね、聞きやすい場所であるので、皆さん、思い思いね、ナウグランパスの選手のね、ちょっと、誰に注目し、青を隠れて、あ、で、この人はね、ごめんなさい。写真である人はもう絶対の注目、もう、絶対の人なんでね、ここはもう、入れときました。さあ、いますか？注目選手。いますか？皆さん。ぜひコメントよろしくお願いします。皆さんが注目したい選手。スタメンじゃなくてもいいですよ。さあ、誰でしょう？ルルルル。この人に注目。理由もあるといいですね。あ、いいね。その理由。最高な理由ですね。酒井選手、この前ね、惜しかったね。入ったーと思ったらね、あれね。あれ、ちょっと、急に来た感もあるね。急に来た感もちょっとある？酒井選手ね。今度こそゴールにしとこうか。今度こそゴール。酒井選手ね。酒井選手スタメンでやっぱ使ってほしいよね。ゴール。前回取れんかったしね。うん。この間決定、ね、そうそう、決定機外したもん。あ、キリクさん、こんばんは。さあ、酒井選手ね。入っていく。あとは、トシシさん、安倍ちゃんね。カップ戦には、ね、強い。あ、じゃあ、ほんとだね。安倍ちゃん、自分でも言ってたんだ。なるほど。カップ戦強き者っていうどうか。カップ戦、強き者。かっこいいね。カップ戦、強き者。はい。あ、ゆーちゃんねるさん、こんばんは。お世話になっております。こちらこそ。平成さん、武田が今季初の、あ、いいね。あ、そっか、前回、あ、天皇杯クリーンシート、あ、天皇杯はクリーンシートだったね。武田さんね。だから2回、天皇杯で、クリーンシートだよね。まあ相手がでも大学生だもんな。ちょっとそれはなしか。武田選手はでもほんとね、見たい。もう毎回見たい。毎試合、今ね、やっぱミッチが戻ってくると見れなくなってしまうので、ね。クリーンシード。でも武田選手マジいいよね。天皇杯もさ、あれ、ガチで、前半決定機2本ぐらい阻止してるから。武田さん。やばいよ、あの人。やっぱ足元がちょっとマジミッチより安心するんだよな、見てて。あんなにやっぱね、
あのランゲラックさんドタバタするもんね、バックパスするとね。サッカーやってる人とかさ、わかるよね。ああ、ちょっと焦っとるとか。バカず含めは良くなってきそう。うん。いや、吉田さんね。うん。吉田春樹ね、これどんどんね、皆さんやっぱ期待がいっぱいだね、グランパス選手に。嬉しいですよ。吉田オンね、春樹。吉田春樹さん。バカず。バカず。あとやっぱこの人縦パスえぐしものだよ。縦パスガンガン決めてほしい。縦パスえぐしものだよ。マジで、吉田選手。あの、調子悪かった天皇杯でもね、一本めちゃめちゃえぐいね。縦パス入れてたわ。うわっと思った。あんなあそこ通すんだ。武田セカンドキーパーなのか。ねえ、武田選手セカンドキーパーもったいないですよ。本当に。でもね、すごい、あの、なんだろう、もう、あっぱれというかさ、あんだけ実力もあってさ、で、もう、今もう34歳かだけど、も、ね、若い、だから30代前半 ?30 ぐらいか。ずっとセカンドキーパーやってるでしょ。だからさ、実力あるのに、その精神力よね。本当にもう感謝しかない。クマの話して、クマの話ね、これ終わったらなんで、どうだろう。9時、これ終わり次第しましょうかね、最初にね。はい、クマの話したいですよね。金崎のゴールが見たい。金崎のゴール見たいね。金崎選手まだ、ないよね、今年。カップ戦もないよね。あったっけ？あったらごめんなさい。金崎選手、ないよね。初ゴールみたい。入れてたっけ？まだだよね。ああ。あ、そういえば、仙道選手で思い出したんですが、この前の、天皇杯のさ、大学、どうやったっけ？どう忘れちゃった。同志社大学さ、弟がいたって本当？仙道選手でいたんですよ。で、それ、あ、やっぱあれ弟なんですか？仙道選手の。違う？人違い。名前違う。わかんない。ね、相馬選手もね、絶好調相馬にしようかな。めちゃくちゃ注目選手、これ11人いっちゃうんじゃないこれ。絶好調相馬。絶好調。相馬。相馬勇気。その足で。ねえ。お見舞い団いいね。いいね。相馬の寝不足団が見たいね。寝不足団またね。うん、相馬選手、こんなもんにしときますか。ね。こんなもんにしときますか。いや、吉田春樹マジ期待したい。皆さんもやっぱ吉田春樹期待してますよね。やっぱ、ボランチでさ、180オーバーってなんか良くないですか。で、あの選手さ、ヘッドも強いからさ、セットプレーでも絶対いいんですよ。あ、もうゴール決めたしね、実際。吉田選手マジちょっとさ、期待しかないんだが。トシシーさん。やっぱり藤井が宇多川抑えられるか。あ、それも絶対そうだね。いやー、胸熱なのよね。藤井対宇多川。いや、本当に。この前のね、実況で物語ってた。38歳の宇多川を。あ、間違えた。それは吉田春樹だ。19歳は。藤井何歳だっけ？藤井さんもでも若いよね。藤井さんって今何歳だ？20？何歳だ。会社さんこんばんは。お疲れ様です、ね。ちょっと藤井さんも入れよう。藤井さんマジちょっとさ、宇多川、対宇多川ね。宇多川封じね。いや、藤井さんみたいなセンターバックマジ嫌だと思うよ。センターフォワードからしたら。宇多川にやられたはあったけどさ、あのリーグ戦ね。いや、あんだけさ、バネあってさ、バネ高さあってさ、空中でめっちゃ強いからね、藤井さん。足もそこそこだしさ。で、あとは爆発さえ踏めばほんとさ、やばいと思うよ。やばしだよ。やばしものだよ、藤井さんは。マジで。もうね。まあ、あんま、ちょっと、はますぐ、ほんとすぐ海外行くのちょっとやめてほしいな。まあ、でもそんなこと言ってからね。サッカー人生ね。一回しかないでね。宇多川。宇多川藤。宇多川藤氏もの。はい。ねえ、春樹と春也ね、いいね、春樹春也。いい名前だよね、二人とも。あのヘディングシュートはマジで、あ、
そうそう、ゆーチャンネルさん、オンさんの方ね、吉田春樹の方だよね。めちゃくちゃ高かったもんね、ジャンプ。ドーンと叩きつけて、えぐし。えぐし洋介、あれは。と。黒猫さん、こんばんは。黒猫さん、あさって現地、あ、いやー、いってらっしゃい、黒猫さん。もう、ぜひね、もう、バンバン応援していただいて、ってこと、あれ？あ、京都まで行くってこと？え、京都だよね。あそこだよね。新スタでしょ？すげえ。いいな、あそこ行ってみたいな。ね。黒猫さん、何？こちら、名古屋の方面から行くの？行く。あ、でも近いっちゃ近いね、京都ね。新幹線でめちゃくちゃすぐ、一瞬で着いちゃう。京都。はい、こんな感じで、いや、いっぱい出ます。ありがとうございます、皆さん。こんなにたくさん。1、2、3、4、5、6、7個も出ましたね。はい。シビリ族まだ何も出て、あ、ザミルさんこんばんは。シビリ族さんまだね、何も出ていないです。はい。ちょっと噂がね、やばいぐらい、今 SNS でね、飛び交っておりますが、噂という妄想がね。はい。ということで、はい。じゃあ、注目選手 OK で、あとはじゃあ最後じゃないか。最後から2番目だ。試合のポイントいきましょう。じゃじゃん！なんかこういうさ、じゃじゃんとかいうさ、音出す機械あるじゃないですか。あれ、鬼クソ高いんですけど、あれ、ちょっと買いたいなと思ってるんですけど、皆さん的にはどうですか？いりますか？いらないですか？なんか、こうやってさ、皆さんとやるときに、なんかポイントのとこに音ピューンって出せたりとか、あと声をエコーにできたりとか、あれちょっと欲しいなとも思いながら今、でもいる、なんかあんな器用にできるかなと思いながら、なんかもう一人、ねえ、アシスタントさんとかがいたらいいかもしれない。一人であれできる自信もないんだよな。っていうね、ちょっとね。たわごとをほざいていく。ということで、試合のポイントいきますよ。じゃんってやつね。あ、歌川富士ね。歌川富士。そう、黒猫さんね、そうなので、もちろんですが、何のもちろんかね、私ね、わかんないんだよな。名古屋から行くってことね。かな。名古屋から向かう。ね。ことかな。ヨーヨーヨースケのゴールコールを録音し、いいね。あれだったら喉つぶさないもんね。頭いいな、ゆーチャンネルさん、さすが。やっぱりね。ゴールってね。ゴールあれね、喉つぶれちゃうんですよね。で、ヨースケさんめちゃくちゃ喉、すごいですよね。あんなに。6点もゴール叫んでるのにずっといい声で言っててさ。はい。なるほど。録音してそれを流せるってことだな。めっちゃいいじゃん。いいね。個人的には知ってますね？皆さんの、カビラさんのさ、カビラ J さんのさ、レインボーって知ってます？昔あったんですけど、あれ録音してるんですよね。レインボー。めっちゃ見て。僕がまだ本当にキッズ中のキッズだと。レインボー。よく見てたな。知らんよな、みんなは。試合のポイントはね、まず、はい、はい、一つ絶対ですね、これ。油断しない。油断しないことだよ、まずは。もう油断しないことですよ。ねえ、油断しないことですよ。これ、本当サッカーってわかんないですからね。なあ、いい声。僕いらんくなっちゃうね、本当に。平成さん、YouTube で片手ぐらい月30いただければ。全然僕もらう、収益化してないんで、まずね、平成さん。はい。アシスタントね、本当ね。いや、アシスタント雇えるように、いや、アシスタントいる人たちもいますもんね。なんか二人で。アシスタントというか二人でやられてるから。やっぱああいう掛け合いとかもね、なんかあるとね、楽しいのかなとも思うんですけど、実況生配信と掛け合いしてる時間ないしな。うん、そうよね。買ってくらいもらえるわけ。0円ですよ、0円。私は1000人行っても、おそらくは、しないので。あれ、なんだっけ。収入もらえるシステムに。っていうことで、いいな、でも、アシスタントしてくれたら、ボタン押してくれる人いたらいいな。楽しいのかな。
絶妙なタイミングでね、じゃじゃんと。あ、でもあれめっちゃ高いからね、6、7万ぐらい、なんもっとするのかな、6、7万ぐらい、プレステ5ぐらいです。はい、ということで、油断しないこと以外ある？なんかポイント、試合のポイント、試合のポイントね。あ、あれだよね、試合のポイントね、やっぱり同じにな、あ、名古屋勝ちにこだわってほしいね。確か、あ、ブラックさんこんばんは、始めましたかな、名古屋ね、ブラックビーンズ、あ、黒豆さんって呼べばいい、ブラックビーンズ、ブラックさんにね、ブラックさんこんばんは、相手が攻撃全振りで来るやつだから、あ、いいね、そういうのちょうだい、そういうの、相手は攻撃的な相手に対してという文がいいね。攻撃的な相手に対して、あ、これ2行目いっちゃおうか。カウンターかましていく。フェイ、どうよ。長いな。していく。いいね。そういうのちょうだい。ハスケンに熱くなる間違いない。熱、この前熱くなるし、牛乳の飲みすぎは危険だよ。牛乳の飲みすぎ、牛乳、ミルク、ミルク、牛乳の飲みすぎは、はじめ、あ、やっぱはじめましてですよね。こんばんは。ガチガチになってカウンターでドン。あ、ガチガチに回ってカウンターでドンでいいと思いますね。5点差ありますしね。さ、でもなんかな、5バックつまんないですよね。ね、わがまま言わさせてもらうと、やっぱね、見に行く人もいるんでね。見に行かれる人、黒猫さんも見に行かれますし、ね、見に行かれる人、やっぱりね、5点差あるからこそ、あんま守りすぎてほしくもないですよね。っていうのもちょっと、はい。そう。みかんさん、そうなのよ。こう、怪我はちょっとごめんなんですよね。怪我注意。入れとくか。あ、でもそんなのポイントじゃないか。でもまあ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 、攻撃的に来るから、まあ守る時間増えるかもね、確かに。で、そこしっかり守っての、やっぱね、カウンターファストブレイクだよね。取ってからの。奪ってから早くね。最近ちょっとやりかできている。奪ってから早くですね。トチジさん、そうそう、歌かをね、しっかり。歌かをフリーにしないということとですね、歌かに気を取られてサイドからのね、攻撃、ちゃんとしっかりカバーしていくと。丸山さんなり、吉田晴樹さんなりかね。白井さん今度ガンガン来ると思うんでね。ファストブレイク。ファストブレイク。待ってる、待てちゃん、まあまあまあ、待てちゃんね、出たら、出る、ね、多分出るかな、でもどうでしょうか。一応なんか一応、ベンチにしといたんですけど、なんか休ませるかなと思って。先制点取ったらでかいし、あとイエローとかもらいたくないよね。あれな、あれって、どこで、なくなるんだろうね。一回、リセットされるのかちょっとわかんないな。森下ファールもらってかなってやつだったもんね。いいね。いいね。歌川は。あ、そうなんですか？ブラックさん。え？歌川さん明日出ないんですか？そうなんですね。なんか怪我とかですか？京都はルヴァンカップしてる場合じゃないに、ないのよ。で、J2 に落ちたらチーム変えて、なるほど。でも、京都さん、私たちより、順位上なんですけどね、まあね。歌かさん、あ、サブ組で来るんですか？そうなんですか？京都さん？そうなの？じゃあちょっと、メンバーだいぶ変わっちゃうかもしれないですね。山崎さんとか。やっぱ山崎さんがあれなのかな。なるほど。もうやっぱり5点差あるのもありますもんね。そこでガチガチで、それこそ怪我したりするのも嫌ですもんね。ちょっとじゃあ、一応京都のスタメンって書いておるけど、前回サブ組、嘘でしょ？ルヴァン？前回だってさ、ちょっと待ってよ。山田さん、竹富のところはもともと山田さんだけど、あとさ、金子さんと川崎さんだったし、そう？え、これって何？これスタメンじゃないの？割とガチじゃないの？歌かさんのところと、
あ、だからや前回で言うと山崎さんのところと竹富さんのところがだよねくらいじゃない。あとみんなスタメンじゃないですかこのメンバー。僕はあんまりちょっとあれだけど、ここ最近の京都さんそんな感じなイメージでしたが、はい、どうなんでしょうね。ウィス、はい、あ、ブラックさんってあれですか、京都サポの方ですか。あ、違うね、名古屋に勝ちこだわってほしい、詳しいから。でも皆さんあれだよね、いろんな、僕みたいにさ名古屋だけじゃなくてさ、いろんなところも詳しいんですよね皆さんね。すんばらしい、すんばらねえ。京都はね、あ、大前さんがね大前さんこの前途中から出てましたね、ね、後半ね。あ、神戸サポなんですか。へー、なるほど。神戸さんもね、ちょっとリーグ戦なかなか今ちょっと厳しいところだから抜け出したいですよね。神戸サポさんですね、ありがとうございます、来ていただいて。なるほど、はい。ちゅうことで、試合の中日、あれおかしいね、なんか今日負けたら3連敗なんだが、3立て食らうんだが中日さん、はい。なのでまあどうかな。あとはやっぱりね、やっぱりまあ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 、サイドのね、サイドだよね。まず宇高が出るとしたらね、出るとしたら宇高に、あれいいか、だから分かんないか、サイドだね、サイドガンガン上がってくると思うんで、両サイド注意だよね、しっかりカバー、これは絶対ですからね。毎回言いますが、ウィングバックの後ろをしっかりカバーしていく、カバーするってことですよね。丸山さんなり、ボランチの方々がね、そこしっかりルール決めてやってくれんとね。田中さん、今季週今決起集会の動画をおすすめ出てきてみたら、へえ、早くちゃんと歌いたい、本当よ。僕横で見るから歌ってない人だけど、でもあのちゃんとが聞こえてくるとめちゃくちゃ全然違いますよね。なんかと広島勝てば、あ、そういうことなんですね。はいはい、なるほど。じゃあぜひぜひ名古屋を応援してくださいな。はい、出る前に負け考える負けるかよってことで、全力で間違いない勝ちにいってほしい。名古屋と広島、はい、いいですか。あ、トトか、トトってことですね、ブラックさんはね、はい。じゃあこのちょっとポイントはまあね、あんまり少なめでいいかな今回はね。はい、では皆さんスコア予想、これいろいろちょっと予想できると思うんだけど、神戸が攻めてきて来るからこそよね、どうなるか本当わからんね、このこれめっちゃ難しいな、スコア予想。スコア予想ね、めっちゃ難しいな。あ、テラさんおかえりなさい。スコア予想難しいよねこれ、どうしようかな、どうしましょう皆さん。どうしようかな、どうしようかな、取られるか、アウェーゴ、ガチで決めよう、ガチで、スコア予想。京都のバーに行ったことあるけど、俺の背中に大学生の輪が間違えて、つなぎ誘ったことあるから。そんなことあるんだ、そんな外す？ダーツ。ダーツってだって手首じゃんね。そんな外す、こうやってさ、
こうやって投げてたら外す人いるかもしれんけどさ、ダーツってこうでしょ？そんな外すの、ま、ちょっとセンスね、その子苦手なのかな。柴田さん、こんばんは。これだけ下がっても、そんなガチ面でいく。いや、わかんない。ちょっと僕なりに、マテちゃんとレモン塩を下げたんですけど、もっと崩しますかね、柴田さん。やっぱ、もっと、どんどん入れますかね。なんかね、はい、日曜日にね、練習試合組まれてるから、なんかそっちに、出れてない人入れるのか、ガチ面を入れるのか、ちょっとわかんないですよね。ちょっとガチ面すぎかな。はい。お、テラさん7-0ね。それ、ちょっと、2-0、あ、2-0はね、逆になんかカウンターとかね、あれがね、3-1ね。やっぱ2点差、2点、あ、2-0、3-1、2-0。いいっすね。どうしようかな。1点はどうかな、取られる感じするかな。チアゴとかで、あ、チアゴはまあね、出る。だから、チアゴが出て、藤井さん左も全然ありですからね。2-1。2-1 ね。インヌさん、僕もあの、3-1 とね、2-0が出て、じゃあ間取って2-1かなとか思って。2-1しときますか。長谷川健太はいつでも全力スタメン。長谷川さんね、でもね、あの、ブラックさん、割とね、僕らあの、マッシモさんのね、ガチガチの何にもほぼ変えなく、ターンオーバーの他の字もないのを経験してるんで、それに比べるとね、健太さんね、結構ね、変えてくれる方なんですよ。我々から、マッシュも経験した我々からしたらね。柴田さん、柿谷ね、わかんないんですよ。だから一応今回はもう入れませんでした。2試合連続ベンチ外なんで。じゃあ2、あ、新川さんも2-1。じゃあ、皆さんのね、いろんな意見を、ちょっと、テラさんちょっとごめんね、7-0ね。まあそういうね。意見も踏まえて2-1にしましょう、今回ね。そう、あ、そう、2-1にしましょう。ちょうどよかろう。2-1が。よかろうもん。2-1にしましょう。ねえ。で、ケンタさん、やっぱ若手も育てるからさ、やっぱもうちょっと入れてくるかな、いろんな。例えばさ、臼井さんとかまで入れてくるぐらいはやらないよね。まあ、ベンチに入るかもしれないですけどね。まあ、3-1名古屋の意見もね。はい、もちろん、それも踏まえて、皆さんの2-0も踏まえて、2-1にしました。はい。みんなでプレビューですからね。はい。ということで。そう、2点はね、危険ですよね。なるほど。合計13対1にしたかったの。あ、そういうことか。なるほど。ああ、すご。それはちょっとね、僕ね、あのね、何？いつもね、気づけなくて申し訳ない経緯なんだけどね。ちょっとテラさんのそのレベルが高すぎてちょっと気づかない。さすがやな、テラさん。すごい。ああいうのさ、パッとさ、思いつくのそういうのね。それでさ、でも逆にテラさんがさ、逆に7対0って入れたじゃん。その瞬間さ、僕がさ、いやいや、足して13対1になってるってさ、瞬時で言ったらもうさ、登録者1000人いってるよね。そういう人だったらもう登録者1000人いってるよね。余裕でね。はい。ってことで。マナブが似てる。おー、マナブさんが途中から入って、もしくはスタメンあるからね。うん。なるほど。あ、ひなたさんこんばんは。こんばんは。ということで。あ、バリオスさんって、僕、ごめんなさい。ちょっと僕が知らないかも。バリオスさん。バリオス。すいません、僕分からないことも結構あるんでね。はい。バリオスは俺の飼ってる？それは知らんわ。それは知らんな。名古屋が飼ったら、あ、マジっすか？もう、じゃあもうぜひぜひ、もうこれ勝つしかないね、名古屋さんね。あざす、ブラックさん。俺の飼ってる鳩の名前。そう、鳩飼ってるんですか？え、鳩飼うのって、マイク・タイソン以外にも、鳩飼ってらっしゃる方。二人目かも。へぇー。あ。あ、バリオス、あ、なに？このもしかして、ブラックビーンズさんのアイコンの人が、あ、アカウント、え？もしかして、アカウント中、
10に増えちゃうみたいな、違いますか？コロンビア代表、あ、コロンビア代表のバリア、あ、僕だから僕あのブラックさん、僕あれなんですよ、あの世界のねサッカーがあんまり全然ほぼ詳しくないんですよね。俺は勝ってるよ、勝ったに、へーかっこいい、かっこいいっすね、いいね、肩にね、肩に何か止まらしものいっぱいいるよね。ナウシカもそうだしね、トグロもそうだしね、トグロ弟もそうだしね、肩に何かしらね乗せがち、千尋、千と千尋の千尋もそうだしね、アイコンは、あ、アイコンはそうなんですね、へー、いやバカにしてないですよ全然。そうなんですね、全然ね、見えないですよ、僕。あの、こんなね、こんなちっちゃいですよ。だからね、皆さんのアイコンがね、ほとんどわかんないですよ。インドと、そうなんだ。インドと日本のハーフなんですね。なるほど。はい。それでは、いいですか？なるほど。ちょっと、ブラックさんの、いろいろ気になるところだが、ちょっと、今日、ちょっとあれだね、試合のポイント少な。いいか、まあいいかでもね。もうちょっとね、6対1の2戦目だからね。まあ、こんな感じで、出た、ほら、あ、いる、ほんとだ、ちょうど乗ってるわ。師匠が乗っとるわ、師匠が。こんな感じ？こっちか。お、いいね。いい子。いい子、いい子、つってね。いい子だよ、つって。さあさあさあ。わかりました。じゃあ、ちょっと皆さんいいですか？いじめ、あえあえ、うん。なんかいろいろ大変なんですか？学さん。学校、うん、学生さんなんですかね。さあさあ行きます。じゃあ、こんな感じで皆さんちょっと、いいですか？これを、どうしようかな。一回、試合のポイント消していくか。試合のポイント消し、一回上からつけていけばいいのか。はい。で、皆さんね、こんな感じで、じゃあ、行きたいと思います。まあ、スタメンもね、もうちょっともしかしたらスタメンはね、崩してくるかもしれない感じで予想させていただき、で、まあ、ベンチもだからこんな感じ。ここはだからいろいろ入れ替わる。もしかしたら、その、薄井くんとかも出てくるかもしれない。絡んでくるかもしれないということも念頭に置きながら、はい。で、あと、京都の、スタメンも、もしかしたらもうちょっと京都さんもね、もう5点差あるということで崩してくるか、でもなんかガチガチ来そうな気もするが、まあこんな感じでしょうかというところで、はい。で、注目選手はこんなにいっぱい、酒井選手、阿部選手、武田選手、吉田春樹選手、金崎選手、絶好調相馬選手に藤井選手。いや、こんな感じしましたと。要注意選手はやっぱりね、宇高さんと山崎さん今絶好調なんでね。あとは白井さん、前回封じたけど今回ね、ガンガン攻めてくるっていうところで、11人っていうところもあって、やっぱりね、怖いんじゃないかなと。あと、上福本さん、めちゃくちゃ、いいゴールキーパーなんでね、しっかりとね、アウェーボール、こちらもね、お返ししていきたいなと思います。ということで、皆さん、ね、気になっている、あれですよね、私ね、確かに、武田のクリーンシート見たいな、言うて、失点自体は武田のせいだ。ね、ほんとほんと、クリーンシート見たいよね。ね。ということで、ですね、バモしていく。あ、ブラックさんまた、はいはい。ちょっと、グランパスの勝利を願いましょう。はい。ありがとうございますね。お疲れ様です。これですよね、皆さん。そして、私ね、プレビューいいですかね、こんな感じで。やりました。っていうところ。今何時？お、9時、あと1時間、ちょうど、あと1時間はね、いろんな、話しましょうよ、ちょっと。私、皆さん絶対気になってること。シャワー浴びてらっしゃい。シャワー浴びてらっしゃい、はい。どれだっけな？ちょっと待って、なんかね、いっぱいあって、これね、いっぱいね、あるからね、探しきれないんですよ。これですね、皆さん。これよ、皆さん、見ました？これ。じゃあ、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 じゃあ。てててて、ん、インスタグラム、これよこれ、肩来たよ日本人。いや、そんなことないです。はい。いや、でもね、お風呂はね、しっかりね、毎日入って清潔に
夏ですからね、明日も各地ということで、はい、これよこれ、どう思いました、これ見たとき、いろいろ想像しちゃいますよね、これね、これね、いや、グラさん、そう、クバよ、クバ。しかもね、この時期にっていう、ちょっとさ、この時期にっていう、ちょっとこれも、文字もどんどん入れていこう。プラスで。この時期にっていうさ、ねえ、どうよ。皆さん、どう思いました？これ、知ってま、あ、皆さん、まず知ってますか？これ。ね、クバさん、今日ですよね。今日のインスタグラムにですね、このような、ストーリーを載せたんですよね。いつもね、クバさんのこの角度ってね、釣り竿があるんですよ。釣り竿があって垂れてる写真なんですよ。クバさんね、前回のこういう、この角度の写真は。ね。サッカー、あー、なるほど。サッカーできなくなって悲しいって意味じゃ。だ、どうやだな。ね、皆さん見ましたよね、これ。でさ、この、これが意味するのはじゃあ何よと。サッカーしたいのかなっていう意味か。で、この時期よ、この時期。5月の、5月、6月、6月、今日9日ですよね。6月9日ってことは、クバ氏が仮処分になったのは、12月10日ですよね。で、そこから、6ヶ月以内に一応決まりとしては、B 検体の結果を出さないといけないという一応決まりがあるらしく、そしてこのタイミングですよ。で、ワンチャンね、クバ6月10日に一応発表したんですが、もしかしたら、わかんないですけど、グランパスの公式の発表が6月10日だっていうことであって、もしね、6月9日に、そういう発表とか、何、向こうからのあれが来てるとしたらですよ、もう今日6月9日に、クラブそして、クバさんに、伝達が来ててもおかしくないとかね、思っちゃったり。で、クバさんはそれを見てこれをあげたとかだったら、いいなーなんてね、妄想が膨らみまくるのだが、ですが、ねえ、見た瞬間いろいろ考えちゃうね、これね。クバさん来たらもうね、僕ね、クバさん来てね、一人でね、いろんなフォーメーションね、考えたらね、全部ハマるのよ。全部ハマるのよ、クバさん来たらもう。明日はボーナス日で、クバの復帰も発表されたら、なんでもちょっと、で、皆さんちょっとさ、まあ本当にこれは、偶然ね、この時期に、このタイミングで、この、ただ、サッカーしたいなーとか、それとかもしくはまだ本当に結果もわからず、その、明日結果が来るみたいな感じで、いい結果来ねえかな、サッカーやりてえなーって意味かもしれんよ。なんだけども、このね、やっぱインスタグラムでみんな燃え上がった瞬間、私ですね、なぜ今日、本当だったら金曜日にね、金曜日にですね、ミンプレをすると言っていたのをなぜ木曜日にしたかというと、ワンチャンね、ワンチャン明日クラブからの何かしら発表がね、あった時によ。ね、皆さん。あった時によ。ね。その時にね、私ね、速攻ね、明日ね、これやりたいんですよ、これ。これ。もうサムネまで作っちゃうな、これ。どんだけもう、一人で舞い上がっとんのって話だけども、これがね、あ、ロクさんこんばんは。これを、ロクさんこんばんは。なぜか2回言っていく。これをね、やりたいがために、やれるために、万が一発表があった時に、明日これを皆さんとやれるために今日、ミンプレをしましたって。これちょっとね、隠しておきますね。ねえ、これもう飲みまくってやりたいんですよ。で、これね、このクバさん期間、これやりながら、これちょっと隠しておきます。今から来た人が、えって、もう、クマさん復帰すんのってなっちゃうといけない。隠しますけど、そう。これをやりながら、いろんなフォーメーションを考えたりとか、じゃあどれぐらい復帰するかなとか、皆さんとね、お酒飲みながらお祝いしたいなと雑談も踏まえてね、やりたいなっていうのがあり、ちょっとね、今日これをやることに、しました。はい。で、今日やっとけばミンプレもできるし、そういったあれもできるし、っ
ていうことで、はい。そうなんです。でも処分1年で裁判して時間かかる？あ、それもあります。十分あります。ただ十分ある、だから、クバさんがね、すぐ復帰できるのは6ヶ月以内なんで、あとは、例えば8ヶ月だったとしても、6月10日からはもうね、練習、名古屋、こちらには来れるんですよね。名古屋グランパス。合流はできるように、2ヶ月前からね、チームに、クラブに合流してサッカーの練習もできるので、うん、そう、1年とかだったら辛いね。くばしね、2年半契約だから、1年だと今シーズン無理で、来年もう1年残ってるんで、そこでね。来ないなら来ないで、くば残念会。なるほど。来ないなら来ない。来ないなら来ないで、ね、今日ミンプレやったからまた雑談しますかね。なんか雑談配信かね。なんかできたらいいか。確かに。来なくても、だから、一番、きついのはあれだね。来て、それこそ2年とかさ。そういう系で。でもね、このやっぱインスタグラムよ。明日仕事中にいい結果が出たらいいな。今ツイッターやってないから遅れて情報キャッチそう。間違いない。インスタグラムね、これね。いやー、これ絶対こんなことある？なんかさ、ツイッターか誰か、ツイッター誰か言ってたけど、これ。この。棒が2本でしょ？だから2本、何 ?2 本とかけてるんじゃないかと。いやいや、クバ、日本語わからんからと思って見とったけど。めっちゃおもろいな。皆さんいろいろ妄想するんだよね。棒が2本で2本みたい。そう、クバさん日本のこと日本って言わんからね。いや、ほんと、こんな感じね。午前0時に出ること。あ、午前な、どう、ないんじゃないですか。やっぱり、リリースすると思うんで、0時にリリースはさすがにしないと。ねえ、どうだろうね。40番だから4時とかないかな。選手に、あ、読めない。難しいわ、ロックさん、私には。有責事項。年俸は、年俸出てると思いますよ、多分。うん。お金は払ってると思いますよ。うん。ただわかんない。そういう契約あんのかな？何か。でもね、まだ黒か白かもわかんないもんね。年俸を払ってると思いますけどね。あ、7時58分ね。そうそう。で、みんなね、みんなそうやってね、皆さんすごく妄想膨らんで、明日何もなかったらちょっと寂しいですね。どうなんですかね、その6ヶ月のさ、あれが一応でも本当にね、決まり的には一応あるはあるみたいなんですけど、6ヶ月ルールね。くばしと直樹が帰ってきたら、最高にして間違いない黒猫さん。僕だから、皆さん言ってたじゃないですか、いいフットボールやりたいな、みたいなの。ね？ゲームね。あれでね、くばしとね、前田氏のツートップ組ませたいんですよ。ねえ。組ませたいんですよね。いや、ほんと、直樹さんもね、直樹さん一回やっぱグランパス戻りますよね。7月までだっけな？なんか。ね、契約が。明日の朝のスポーツ新聞が、そう、どうなんすかね。だから今日の、だから、だから明日か。明日のね、出るんかな、なんもないのかな。だってこれよ、この、どうなんすかね。いや、でもほんと、くばしが入ることによって、マジめっちゃ強になるから。前田さんね、怪我の状態まだわかんないですよね。まだ無効ですもんね。うん。相手マテウスなら相手の、あ、クバの相方マテウスなら相手のコントロール。そこもさ、僕ね、まあ3バック多分クバ氏が来てワンチャンなんか4バック復活するのもあるのかなとも思いながら、4231ね。あれ4231はクバ氏だったら機能しますからね、絶対。4231復活するのか、あ、これね、明日の、あれでいろいろ話そうと思ってたことだけど、まあいいか。と思いながらも、やっぱ今3バックを崩さん気がするとなると、僕ね、3142よりもね、やっぱりね、3142よりも3421が良くて、クバのワントップで、ツーシャドウに銭湯さんとマテちゃん。でいいんじゃないかなって思いますね。超強いよ。超強いね。クバさん入るだけで。マジで。クバシ来てくれ。来てくれ、クバシ。いや、本当に。本当よ。
常に、あ、常にグランパスサイトチェックしてる。ああ、ですよね。してますよね。リリースね、リリース。いやー、なんもないかな、どうかな、なんかあってほしいな。これよ、これ。これ、こんな意味深なのやる？これ。わざとこれ。本当に意味ないのかな、ただ単にサッカーしたいな、かな。まあ、ありえるよね、普通に。いやー、明日何も出なかった。まあね、あり得るからね、それもね。いやー、ちょっとね、ちょっと待ちよ。いやー、ちょっとなー、どうですかね。どうですかね、皆さん。トクマックはね、もうね、あ、インズさんそうなんですよね。あ、あ、公式で発表あったんだ。インスタグラムでペレンツバーロシュのユニフォームを掲げて、あの時点でもう終わったと思いましたけど。うん、公式、やほい。あ、サタンサーメンさん公式、やほい。こんばんは。いやー、サタンさん、今ね、皆さんとね、くばしのこと話してたんですよ。ね。意味深だよね、これ。いやー、じゃあほんと来てほしい。もう、これさ、このタイミング、今日、やる？今日。なんかさ、マジワンチャン6月9日、だから12月9日に、何だからグランパスの発表、リリース自体が12月10日だったけど、12月9日にそれが来てたとしたら、もうね、今日、もしくはそれより前に仮処分とかのあれがあったとしたらよ、もう今日知っててもおかしくないよね、くばしがね。B 検定の結果をね。で、このインスタを入れたとしたら、これはちょっとさ、どういうことこれ何この木の枝2本は、ほんで。何これ意味深だよね。行くぜって。日本に行くぜみたいな。ほら、川、あれ海じゃねえよ。川だもんな、これ。いやー、これ。ボールが遠ざけていく感じなのか。今まで跳ねられたボールを取りに、それね。なるほど、サタンさん。どっちよっていうね。これはね、ボールがね、近寄ってきてくれてるのか、それかボールがね、離れていくにしても、日本に向かうぜっていう意味なのか、とかね。刑事ならこのインスタは着せるくらいやつ。わかった。ロックさん、僕やらないけど、スロットね。スロットかパチンコでしょ、それ。全くわかんないけど。でしょ？鼻の刑事でしょ？うん。ボールを釣って。ねえ。これ、竿これ。何これ、木のやつ。あ、これ、あ、これ竿か。え？これ何これ？こんな太い、触んのこれ。つまり、今からあ、僕らを釣るってこと？あ、そういうことね。グランパスね、今から釣るよ。つまり、グランパスが、いやー、いいね、ほんと。ちょっとこれよ。サッカーできるぜって意味じゃないの？ああ、遠ざかってるんだね。うん。いや、いいね。このさ、インスタグラム一つでさ、こんなにさ、みんなをさ、ドキドキワクワクハラハラさせるって、やっぱね、僕たちは本当に40番をね、心待ちにしてるよね、本当に。いやー、来てほしい。この時期、12月と、あ、だから明日発表なかったらちょっと辛いね。もやもやするね。そうそう。そんな意味、そうそう。俺にサッカーが帰ってきた。そんな意味にも、ほんと見えるよね、これ。だってさ、ただの釣りじゃないんだよ。ただの釣りを、動画をさ、ただの釣りの写真やさ、動画をさ、バンバン出してたじゃんね。これでもかってぐらい。でよ。期限明日っていうとこのタイミングでこれだからね。うん、どうなんでしょうね皆さん。はい。ハスケンがこの前のインタビューでくばしの名前、そう。それもそうなのよ。黒猫さん、やっぱ皆さんさ、ちゃんとアンテナ張ってるね。黒猫さん、そうなのよ。
あれでしょ？長谷健さんがさ、ゴールキーパーの話の時でしょ？違うっけ？間違えた。ゴールキーパーじゃないわ。センターバックの話の時。センターバックの話の時、酒井選手をセンターバックにした時に、例えば、クバさん、クバ氏なら、それは難しいかもしれんけど、ゴールキーパー、センターバックするのはね、みたいな。なんでそこでわざわざさ、今さ、離れているクバ氏の名前出した？って、ちょっと思いましたよね。記念クソだ、記念ユニクソダサッカーだったけど、クバ復帰なら40万かかる。あの、あれか。あれってさ、記念ユニあれでしょ？夏祭りじゃなくて何だっけ？夏祭り的なやつのやつでしょ？ 30 周年記念はまだだもんね。発表されてないもんね。あ、イヌさん、茂みの中にボールが見えた、イコール復活の兆しが見えた。いいねー。いいねー。3ポイントいいねー。あ、松さんこんばんは。あ、嬉しいです。初見。ありがとうございます。あのね、もしね、ぜひ、ゆっくりしていていただいて。はい。あの、こうやってね、生配信とか結構やってますので、ぜひね、来ていただけるといいなと思います。ロックさん、釣りしてたらスマホに連絡来て嬉しいですぐ投稿。あ、いいね。みんなめっちゃ妄想膨らむね。シンガー、あ、シンガさん。シンガさん、いい選手だし、今、クバ来たら強くなるって、名古屋、サポみんな、ほんとよ。全然、あのね、スーパーだから、クバ氏は。もう、スーパーだから、ほんとに。サタンさん。同じく、あ、サタンさん、こん、あ、ありがとうな、今日、初見さん多いの。あ、ちょっと待って。ちょっとすいませんね。あ、マジか。あれ？ちょっとなんか、ちょっと待って、皆さんごめんなさい。うわ、ちょっと今楽しい話してるの、ちょっと待って。だからそれ LINE 返したんですが、ごめんなさい、お仕事の、お仕事です。あ、あれ？返したよ。まあいいや、ちょっと、あ、ちょっと、ごめん。ちょっと皆さんごめんなさい。8秒、あ、8秒無理。35秒ぐらい待ってください。1、2の速さで。もう仕事。で、もう一個返さなか。今何秒？ちょっと待って。40秒欲しい。明日、ありがとうございます。OK。あ、了解です。だけ入れさせてください。もう、すいません、皆さん。OK。もうね、仕事はね、返さないとダメなんですよね。はい、すいません。はい、38秒ぐらいでしょ？記念、ちょっと待ってよ。GK、あー、白黒のやつね。GK ユニで書くよね。あの、斜めのあれでしょ？なんかあの、駅伝みたいなやつでしょ？ねえ。で、ちょっと待ってよ。ちょっと待って。あ、そうそうそう。シャチの大祭典ですね。トシシーさん、そうです。あ、初見はもう見た二人。二人見たもう二人。話題。あ、平成さん。あら、平成さんお帰りなさい。記念ユニ、マティオス、あ。あ、僕買ってないですよ。記念ユニね、ちょっと、記念ユニちょっと、スルーさせていただいて30周年に行こうかなと思ってるんですが。松さん、あ、そうそう、松さん今日ね、やっぱちょっとクバのこともあるからですかね。え、松さん初見なのに、普段の人数とか知ってるんですか？どういうことですか？サタンさん、我は、
我は全知全能の神ガブリエルグランパスの勝利、ガブリエルグランパスの勝利を見ちゃう。我は全知全能の神ガブリエルグランパスの勝利、ありがとうございます。ぜひぜひ導き申してくださいよ。どうぞ。ロクさん、ありがとうございます。ロクさん、皆さん、サッカーボールが水に沈んでいく、僕はサッカーをやります。超怖いわ、これ水に沈んでんのこれ。怖い怖い怖い。大丈夫ね、そんなことはないから。もう松さん、相馬に最初の方 J1 レベルじゃないといったことを最近の活躍見て、でも、まあ、つまり、あ、で、そもそも昨シーズンアシストランキング3位の子に J1 レベルでもさ、まあ、J1 レベル J1 レベルじゃ別として、やっぱサッカー選手、特に相馬選手もそうだけど、浮き沈みある選手だもんね、相馬さんね。そうそう、ほんと調子悪い時はね、全然あれだしね、そういう選手ではあると思うけどね。マテちゃんもだけどね、割とさ、コンスタントにいいパフォーマンス出せる選手もそれいるけどさ、あんまりそのブレはあるにしてもブレが小さいね。いろいろですよね。松さん、俺シャチの大サイティに好きなんだけど、やっぱセンスないよな。本当？僕ね、おって思ったら、なんかそれこそ昔っぽいじゃんね、昔のなんかあったやつをオマージュした感じなんでしょ。ちょっとね、なんかね、何だっけ、俺何かが足りん、なんか何かがいらんと思ったんだよな。そこまでめちゃくちゃ悪いわけじゃないけど、どれだったっけな。あ、ちょっとユニフォーム見よう、もう一回。ユニフォームこれで見るか。はい、あ、ちょっと待って。じゃあさ、ちょっと待って、ちょっと今ね、探すわ。これ画像貼ればいいんだよね。勝手に貼っ、ちょっとすぐね、すぐ探せれんな。ちょっと待って、ちょっと待って。ユニね。グランパス。グランパス。シャーチの大祭典って言うのこれ。ユニ。ユニ。画像。うわぁ、全然今年のないわ。去年の、あー、これ出てこないわ。やっぱ、公式からしか取れないのか。しまったな。えい。えい。小肌ユニ？マッシモ、あ、マッシモの？それどっち？袖、何かけ？どっちそれ？袖？襟かけ？襟かけバッグ？ああ、わかった。これだ。たすきがけ。たすきだ、それ。その感じ。マシモのやってたよね。あれ何だったっけ、あれ。何じゃ、なんか、あ、韓国のやってたやつよね。あれでね。うん、ACL で。たすき、あ、たすきわかったよ。たすきわかった。皆さんのコメントの、3秒前にわかったから、今。ちゃんと大丈夫よ。ギリギリ。袖か襟かで別に迷ってないよ。やめて、そうやって。漢字読めないキャラに仕立て上げるのやめてくれる？皆さん。私ね、漢字得意なんですから。直筆でしょ？これさ、グランパスの公式じゃないと見れないのかな？グランパス、公式！これさ、しかもさ、ちょっとなんかさ、諦めようかな。あった。うわ、吠えとるわ、公式武田さんが。んで、オンラインショップだよね。オンラインショップ。あー、出てきた！ちょっと、あ、これ。これね、あ、これでしょ。あー、でも、あ、かっこいいね。あ、かっこよくない？なんか今見たらかっこいいんだわ。これ。ちょっと待ってよ。保存して、こっちに出しますね。かっこいいだわ。あれ？嘘でしょ？こんなかっこよかったっけ？ちょっと待ってね、皆さん。ね、82秒ぐらいで多分出せる画像。多分ね。どこだ？来い来い来い。あー、しまった。ちょっと。混ざっちゃってるね、これ。あった。
これな。どうですか？かっこいいね。こうやって、この写真がかっこいいのかな？僕ね、なんか最初見たとき黒いらんなと思ったの。黒の線。でも黒あった方がいい、あるのかな？強そう？ね。あ、黄色が邪魔。あ、確か。黄色が邪魔なの。なんかね、一色邪魔感がしたんだよね。ちょっと やかましいというかさ。一色多いなーって感じがしたんだけど、かっこいいね、これ。こうやって見るとかっこいいね。うん。ねえ。え、これ、あ、小肌ね。確かに。小肌って最初、何のこと言ってるかと思ったら、確かに魚っぽいね。鱗っぽいね。黄色が邪魔なのか。これ逆に白黒だったらいいのか。なんか僕ね、あのね、あ、確かに、あ、でも86で黒使ってるからいいのか。あ、なるほどね。あ、でもなんかね、かっこよく見えてきたわ。撤回する。あの、ダサいとは私は言ってないが、そこまでなんかね、スルーしようかなと、もう買おうかな。あ、でももうあれ、まだ買えるかな。もう売り切れてない。まだ買えるか。ああ、買おうかな。これさ、今買ったら来るの遅いよね。かっこいいね。こうやって見るとかっこいいな。あと、いつも思うんやけど、今のグランパスなんて正直待てよそらなら成り立ってないんやから、これさ、間違いないね。注目選手ね。注目選手待てちゃないね、最近。まあ、当たり前すぎてんのかな。マテちゃんってさ、もう当たり前、だから、京都側の、例えば話で、ウタカを選ぶようなもんなんだよね。マテちゃん、間違いないね。入っとらんね。おかしいね、それね。だからマテちゃんね、今回ね、休ませるんじゃないかっていうね、あれでも言ってたんだよ、マテさん。最初にね。5点差あるから休ませるんじゃないかなっていうので、ベンチにマテちゃんにしたんだ。もあるんですよ。黄色は金のシャチホコ、ああ、黄色はだってグランパスのカラーだもんね。うん、もうそもそもね。黄色、こういう黄色じゃないかもしれんけど、もうちょっとオレンジっぽい黄色だが。てか、昔のグランパスはこの黄色使ってたからね。このシャチの大祭典ユニ、買わなくても8月のホーム戦でレプリカ。へえ、レプリカね。そうなんだ。レプリカ黒の、ああ、無理じゃない？選べないでしょ。黒くださいとか言って、いやいやいや、つって。いや、テラさん？これはね、つって。マテウスは当たり前すぎて、そう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 、それあるよね、クリルノさんな。マテウスはもうね、そうだよね。黒はもらえないよね。選べたらちょっと大変だもんね。入り口の人たち。黒かっこいいね。シャチユニ。19日まで買うと8月、あ、ほんと今何日、あ、いいじゃん。じゃあ全然前買おうかな。買うわ。買います。決めました。買います。12番。買います。今決めました。ちょっとね、スルーして30周年買おうと思ってたんですけど、30周年も買います。いいね。あ、ピクチーさんこんばんは。今日はですね、今ね、ですね、ピクシーさんちょっと一個ずつ説明していきますね。まずみんなでプレビューやりました。終わりました。その後、クバシの話をしました。クバシの話をしてる途中に話が新ユニの話になり、大祭典ユニね。で、今ちょっとどんなやつだったっけって確かめてみて、今、かっこいい、かっこよくない、この色が邪魔みたいな話をしております。はい。丸首の真ん中どうなってるんだろう。丸首、あー、これね、あれですね。黒。あー、ちょっと見えないな。ちょっとアップしますか。あ、なんか黒の横が、あ、オレンジ？かなんかかな。な感じになってるかな。うん。ロックさん。見える？見えます？なんかこれ、縦だよね。縦線三部な感じかな？うん。かっこいいね。あ、てか、エンブレム黒。エンブレム黒ない？かっこいいね。あ、これ顔。縦線かっこいいね、白の。ほんで、ちょっと。
買いますよ。8月のホーム戦は浦和、ジュビロ、ガンバがあるけど、レプリカより欲しいからどれか最低1試合は行きたいなと思ってるね。なるほど。そう行くべきでしょ、それが。どれか。どれか行って、そう行くべきですよ。僕、川崎戦しか行けないんだよな、7月のな。8月はだから、8月はだからもう一回見なわからん。8月もちょっと仕事と相談だな。ちょっと待って、これ、かっこいいじゃん。ちょっとこれ、どこ行っちゃった、これ。もうこれなんか戻らんくなっちゃったわ。どうしよう。ほら、どうしよう。あ、もうこれなんか画像が移動しちゃってる。ちょっと待って、これ。ダメよ、これ。戻らんくなってしまってる。ほら。ああ、どうしたらいい。これにして、ああ、でかくしちゃったからか。もうね、見つからないのよ。わかる？ポチが。もうこれ消そう。消しちゃってもいい？なぜか、これ、ちょっと待って、これ。やばいわ。あ、ちょっと待って。あ、これでいいか。これで動く。あ、オッケー。動いた。やっと。そして小さくし、あ、違う。もうね、このソフトマジいいんだけどさ。よいしょ。どんだけ大きくしたの？こんな感じな。かっこいいね。あ、これかっこいいわ。もうこれで生配信したい。これでね、生配信させていただきますわ。ね。ん？社会人としては土曜開催の夜はしか。そうな、僕もね、平日もほぼ無理なんで。平日はね。初見あんまり、え？初見あんまりやったけどね、かっこよく見える。こうやってさ、なんかやっぱ選手、そう、かっこよく見えてきた。うん。キーパーよりなぜかレアルか。ああ、レアルね。レアルマドリーね。うん。ああ、そうそう、それをオマージュしたんだよね。ロックさんね。初めてタイトルの時のイメージ。そうそう。なんか天皇杯取った時だよね。ストコビッチとか言った時かな。俺今までのインの中でもかなり好きな方だから、ケイダッチに見、ああ、だから、僕もだから、こうやって見て、うん、どうなんだったっけって見て、こう見たらかっこいいと思ったわ。なんかね、最初僕も今、なんか黒邪魔だなと思ったけど、黒いるな、これ。いる。これでもさ、シンプルにさ、タスキなくてもかっこよさそうじゃん。そんなこと言ったか？タスキなくて、あの線の、あ、でもあんまかっこよくない。タスキいるな。いる。変なこと言わんとこ。テラさん、どっち買うの？あ、赤です。赤買います。なんでかっていうと、配信の時に、黒だと、なんかグランパス感がないから、パッと見た時に、ナグランパースのちゃん、ね、ぽくないと、やっぱ良くないなと思って、黒買います。黒じゃないとね、赤買います。はい。黒かっこいいけどね。そう。タスキ、あ、そっか、FC 刈谷がそうなんか。そう、背番号の黄色のとこと、タスキの黄色があるから、タスキの黄色がちょっと生きてるんだよね。うん。で、黒は黒で、86が黒だから生きてるんだよね。あと、エンブレムも黒、ちょっと黒基調だしね。で、白は白でね。だからやっぱね、最低限の色しかよく見たら最初にうるさいと思ったの、色が。うるさいと思ったけど、よく見たら、うまくまとまってるね、この色。色使い。はい。私ね、普段着もね、3色以上あんまり着れない人なんで、こうやって色がまとまってるの好きですね。はい。最初に天皇杯一緒にした時のユニフォーム、そう。そうそう。で、それをなんかオマージュしてみたやつよ、ピクシーさん。そうなんですよ。はい。いいね！あ、いいねで思い出しました。高評価よろしくお願いします。テラさんのいいねで思い出しました。高評価よろしくお願いします。ロクさん、GR86 がねえ。あ、でもね、グーネットさんももう最初なんかさ、白、あれでしょ、白枠がってことですよね。もう全然僕もそれはそれで、やっぱまあ、宣伝なんでね、目立ってなんぼもあるんでね、どうしてもね。はい。そこはまあいいかなと思ってますね。最初やっぱね、違和感ありましたけど、もう慣れました、グーとさ。はい。松さん、なんでレプリカは嫌なの？ 30 周年記念ユニ買うならレプリカでもいいの？嫌っていうか、いや、なんかね、ダボダボしてるんですよね、レプリカね。着た感じが。オーセンティックは着てね、気持ちいいんですよ。
なんか、フィットするというか、それだけですね、理由はね。やっぱ見た目もなんかさ、シュってなるじゃんね。オーセンティックの方が。全然わからんかな。言ってること。よく見ると、武田のたすきだけ、今日の主役って書いて、書いて、書いてない。ゆうちゃんねさん書いてないわ。ごめん、すっごい目凝らしたけど。書いてないな、これな。書いてないな。オーセンティック逆にいきそう。ああ、そっか、僕ね、L か M かいつも迷ってね。やっぱね、太ってきたんでね、L でもいい気もするんだけど、まだ M 買ってるな。172、60キロ後半で M ですね。67キロかな。で、M ですね。前回、レプリカにもらったけど、オーセンティックとね、レプリカ多分結構違いますよね。そう、着心地がね。前髪。これちょっと、いつまで、これあんまやっとるとさ、勝手に何使ってるんですかって、ビームスさんと名古屋グランパスさんに怒られるといかんからさ。ちょっとこれぐらいしとこうか。これぐらいね。あ、虫。僕ね、これなんかひっくり返ってる。あのね、ここだけの話ね、レイ君飼い始めてね、コバエがね、皆さんクワガタとかカブトムシ飼うとコバエがね、ちょろっと出てくるんでね、やっつけたいですよね。これかっこいいですね。いや、もうよかった。今日この配信をしなかったら、この、あれはスルーするとこでしたわ、ユニフォーム。あ、へえ、レプリカユニスケスケなんだ。絵でたまに大事。なるほどね。これ、ミッチと相馬の身長差。あ、もっとあるよねってことだよね、本当はね。本当だね。え、こんなもんじゃないの？もっとある？なんか、どうなの？ちょっとわかんない。なんだ。小林対策でカメロンの、あ、いいね。レオンくん。なるほどね。松さん。スケスケなの？こらこら。いいね。いいね、でもそれ。え？そういう目で、あれだよね。そんなスケスケなの？いや、でもこれ買おう、マジで。ちょっとかっこよく感じてきた。なんかこのユニフォームだけだとね、たまにはね、違うのも着てみたいしね。はい。いやー、くばしね、これ。虫、小映え。一匹いるな。これ違う。小映えがね、レイ君全然外出てきてくれんからね。たまに掘り起こしてるわ。本当に外出ないから。もうね、全然、グエン選手外した時ぐらいからね、もう全然出てこなくなっちゃった。レイ君。いいよ、気にせんでいいよって言ってんのにね。全然、もうずーっと土の中いてね。たまに掘り起こしてますわ。触りたいから。30周年ユニのハードル。あーねー、30周年ユニどんなんなんだろう。これちょっと、ハードル確かに作る人になりたくないわ。無料配布のやつ、もはやメッシュ状態。へー、そうなんだ。無料配布のやつね。みんな無料配布のやつ。あれだよね、僕。いらないんだよね。でもいいか、友達とかが、新しい友達とか行くときにこれあるよって言っても、でも他にめちゃくちゃユニフォーム持ってるからさ、いらないんだよね。記念になるのかな？でもあれさ、すぐメルカリで売ってる人たちいるよね。ね。でも普段行かない人たちは欲しいよね、あれ絶対。あれ着るだけでその場でね、グランパス感味わえるしね、サポ感ね。無料ある。発表あったら40番ユニ、絶対そうだと思いますよ。発表あった瞬間、くばしの40番ユニ。しかもさ、ね、40番ユニ、ちゃんと、はい、まだね、排除してないし、なんか、何にも注意書きもないもんね。お早めに、いや、僕、でも、ロックさん、僕12番買うんで。レイ君、グエンのためにわざ、レイ君ね、もともと、クワガタ、とか、まあ、カブトムシよりクワガタかな？クワガタが好きなのもあって、でね、なんか、買いたいなぁともちょこちょこ思っとった時に、そう、先に思いついたの、クワガタ占いを。思いついて、そうそう、で、買いました。
すごいでしょ、すぐ買った。でね、めっちゃ可愛く育てております。可愛がっております。はい。クワガタ占い思いつかんかったら、レイ君買ってないかもしれんな。30買おうと思ってるので、そちらがあんまりだと、あー、なるほどね。30買おうと思ってて、たすきをスルーしたあげく、たすきよりもダサかったらってことね。確かにね。それあるね。てかさ、無料でユニフォーム買えるよって言って友達、ああ、そう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 、もらえるよって言ってね。それはだからそういう意味ではいいよね、本当に。帰ってくる、来ない、占いしても、あれね、ロックさん。一日何食、あ、ゼリーはね、クワガタはね、カブトムシみたいにいっぱい食べないんで、一個入れると、特に僕一匹しか買ってないから、もうず一週間ぐらいは余裕で持ちます。で、ロックさん、帰ってくるこの占いね、あれね、占いね、めちゃめちゃセッティング時間かかるんですよ、あれ、実は。土ね、箱に入れて見やすいように。でそこでね、いろいろやるんですよ。めちゃくちゃはかからんけどね。ちょっとね。レディースデーの女の子、ああ、もう誘っちゃいなよ。あのね、例の子誘っちゃいなよって。いやー、そうよ。皆さんね、どん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 、そのまあ、女子に限らず男子もね、その、名古屋グランパス、豊洲田なんかいいスタジアムだから、まあ、アクセスは別としてね。だからほんと一回行くと絶対感動するけど、やっぱちゃんとあった方がハマりそうだけどね。わーってあの雰囲気ね。うん。レイ君は、オーフで捕まえたの。オーフオーフあ、ちょっと全然わからん。もうそれ、なんかあれでしょ、なんか僕が気づかない感圧っぽいよね、それ。オーフで捕まえたんですもんねって。ごめんそれさ、すまん全然わからん。松さん、レディースデーの、あ、いいのね。レディースデーのユニかわいい。あ、見てない。あ、見た。ピン。あれ、ドラゴンズのかな、俺見たの。あれちゃんと見てないかも。かわいいんだ。ドラゴンズだ、ピンクと水色のは。グランパスのちゃんと見てないな。黒猫さん、来場者にレプリカユニフォームプレゼントは良きですね。エスパルス戦行った時、来場者に黄色のパルちゃんの帽子を。へぇー。黄色のパルちゃんの帽子。あー、パルちゃんね。清水のパルちゃんね。はいはい。欲しいんじゃないのユニフォームのが、だから、その、着た人ね。ユニフォーム着てない人とかすぐ着れるもんね。で、スタジアムも赤になるからさ、いいよね、と思うね。右の鼻挟む。ああ、いいね、それ。まだね、めっちゃ痛いから。あ、でもね、それだと虹色クワガタだとね、あんまりね、挟む力はないのよ、虹色クワガタ。角みたいに、兜みたいに攻撃するから。真面目な話ね。それだとやっぱ平田クワガタでやりたいな。うん。右の鼻、それ、しかも右の鼻かむかって左、あ、そういうことね。こう、僕はこうスタンバイ、見えないか。こうスタンバイして、こ、見えない。こ、だから、あ、カメラが、こう、あ、まあいいや。こうスタンバイして、こっちからずーってどんどん来る感じね。いねねねねってね。いいね、それ。それいいね。それ一人でやってんだよな、部屋で。でも。一人でね。大船、ね、大武士で買ってないよ。アマゾンで買ってよ、アマゾン。え、大武士にいるの虹色クワガタの。さ、そういう、あ、そういう何お店があるのかな、クワガタの、クワガタのお店があるのかな。で、あ、でも私女の子だからユニフォームもらえるか。もらえるわ、松さん。大丈夫、松さんならもらえるよ。もらっちゃって、あれでも本当いいよね。あれさ、なん、まあいいか。なんで女子だけなんだろう。男子は、男子待ってもいいのにね。うん。でもそっか、女子だけじゃないといっぱい作らなあかんのかな。ギラファのコギリクワガタ。ギラファのコギリクワガタに期待してます。いや、あれちょっときついね。先輩がパルちゃんの帽子取れなくてガチで、やっぱ欲しいよね。もらえるもんなら欲しいね。パルちゃんの帽子。特にあの、なんかグランパスじゃないチームとかだったらもっと欲しいかもしれない。逆にね。うん、はい、なるほど。あ、やば、今日皆さん見ますか ?20 時から。まあ、最悪あの、つけながらやりますけど。
見ますか皆さん。あれ。タジキスタン戦。ウタカヘアになれる帽子。あ、あれ、いいね、それ。京都さんね。帽子かぶるとここにポンって2つついとる感じね。いいね、それね。それいいじゃん。それいいね。それちょっと、いいんじゃない？いい、ナイスアイディアじゃない？マッチさん、そうよ。アマゾン何でも買えるよ。生き物。僕、カブトムシの幼虫買ったことあるよ。アマゾンで。そう。なんか、ウカに、なんか、卵から、あんま生まれ、食ってなんか、悔しくて、アマゾンで買ったことあるわ。昔。昔じゃないな、ちょっと。何？え？ケイダーさんも？ウィナーズ？ウィナーズって何？ウィナーズって何？ウィナーズ？ウィナーズ。歌かヒゲになれ、歌かヒゲになれ。いいえ、特徴的だよね、歌かさんね。髪型も、ヒゲも。クワガタわからんぜ、ポカーンです。あ、すいません、すいません、ギラホのコギリとか。すいません、すいません、すいません、それはね、はい。いやー、へー。リアルゴールドみたいな。あいゆうさん、こんばんは。あ、あいゆうさんは、ワンちゃんだね。これは、子犬だね。小さいワンちゃんだね。あいゆうさん。はい。あいゆうさんは犬飼ってると見た。これかなりの確率であいゆうさんは犬を飼っていると見た。松さん見ない。一試合見たけど、アンダー世代の戦術面白くない。グランパスみたいに好きなら別だけど、なんかに、前見たらでも結構知ってる選手ばっかりだったからな。見ようかなと思っとったが。いいか、じゃあ。じゃあ僕ちょっと画面だけつけとこうかな。画面だけつけて。へえ、そう、なるてもね、落ちちゃったもんね。確かにね。那須さんのチーム？えー、って僕が知らんことはウィナーぞ。知らないじゃない。那須さんのチームがあるの？サッカーチーム？何、何、何、何？皆さん教えて。那須さんのチャンネル見なかんね。そういうのね。そう、サタンさんの絵はさ、マスオさんみたいな感じの絵な感じ？って感じ？へぇー、ナスさんのサッカーチーム？ YouTube チーム？何？え？へぇー、YouTube で、わかった。調べてみるわ。YouTube チームかな。へぇー。うんうん。なるほど。それさ、でも YouTube のサッカーチームし、それさ、サッカー上手い人たちばっかでしょ。しかも僕ちょっと無理だから。あなた誰ですか状態になっちゃうじゃん。ね。もっとだからね。もうちょっと、もうちょっとね。もうちょっと頑張らせていただいてからかね。そういうね、ことも。もうちょっと、もうちょっとどころじゃないね。へぇ、サッカー系 YouTuber 集めたチーム。へぇ、面白い。有名に、もうちょっと有名にね、なれたら。すいません、つって、ね。僕も入れてください。へぇ、そういうのやってんだ。サッカー系安心してる人で、ウィーナーズ知らん人、めちゃくちゃ。へぇ、そうなんだ。僕やっぱレアだよね。海外サッカーも知らんしね。ねえ、あ、ちょっと待ってね。ともちゃんと。はい、はーい、はいはい。オッケー。すいませんね。はい。ちょっと待ってね、サッカーチーム。へー、見よう。森保さんの息子も、へー。へー。その人たちはサンフレッチェ、へー。あ、ってこと、そっか、あれですもんね、那須さんのマネージャーさんがね、サンフレッチェサポで、お父さんが元 J リーガーとかですもんね。へえ、そうなんだ。僕、大丈夫かな？例えば本当にさ、ちょっと入れる、そういうのにね、お声がかかるようになったとしてもよ。僕は自負してますが、サッカー経験ね。小4から小6だけど大丈夫ですかね？
部活ですけど大丈夫ですかね、小学校の。まあ、ただ運動神経マジでね、バリバリ、今はもうちょっとわかんないけど、バリバリなんでね、そこはちょっと練習したらいけるかなと。はい。思っとりますが、いやー、へー、そんなのがあるんだ。皆さん、那須さん見てなかったな、那須さん見よ。なんか那須さん名古屋のとこに来たやつは見たけどな。あの有名な久保くんのそっくりさんの、ウンバルンバ、ウンバルン、あ、ウンバルンバさんは、あの方ですよね。なんかあの、センス、違うかな。違うかったら失礼だでやめよう、言うの。なんか、もの、なんかあるあるモノマネし、みたいなしてる人ですかね。ね、すごい有名な人だったら、多分あの人だ。サッカーあるある的な、監督あるあるみたいな。あ、ロックさんそうなりますね。このマスクはちょっとね、つけながらの試合にはなるとは思います。はい。格闘技全国一ってなんかすごい、めちゃくちゃ強そうだけど、格闘技でくくられるとあれですけどね。まあまあ、まあでも打撃系ですけどね。あ、それじゃない。でも今もう、タポンタポンだでな。ウンバルンバさん合ってるかな。中京大中京。へぇー、あ、ウンバルンバさん中京大中京、青森山田とかとも試合。あ、へぇー、那須さんのチームが、へぇー、すごい。あ、そうそう、やっぱあの人だね、わかりました、サタンス。はいはい、わかりました。最近だとレジェンド OB チームとか、へぇー、ナルセ選手とウンバルンバさんが、へぇー、すごいね。やっぱ YouTuber やられてる方で、そういうさ、プロの選手とかさ、そういった人たちとの、何、つながれるぐらい有名な人たち、めちゃくちゃすごいよね。ねえ。いやー、すごいすごい。ナルセ選手、あ、見た。確か、ウンバルンバは中華、あ、へぇー。あ、あの人じゃあ、名古屋、愛知の人なんだ。名古屋の人なんだ。なんすか？あ、アリさんこんばんは。アンリさんってさ、あ、そうそう、銭湯だ、銭湯。いつもこの背番号がさ、パッとわかんない。銭湯。アリさんこんばんは。あ、ナスカーが決め台詞なんだ。へぇー、ちゃんと。なんかでもあの、ちょっと皆さんさ、どれぐらい YouTube 見てるんですか？僕さ、なんか、ああやってなんか、ちょっと、サッカー系 YouTube、YouTuber と見なあかんなと思って見始めてるけど、全然皆さんにこの感じは見てないね、どうやらね。生徒嫁いますよ。はい。奥さんいますよ。結婚してますよ。あ、え？ 22 時だね、ほんとだ。ちょっと一応つけとくか、おとなしで。おとなし、おとなし。熱血高校におとなしって言ってよね、ちなみにね。いたいたーって言ってくれる人いないかな。熱血高校のおとなしって言ってね、おとなしチョップね。てるるるるってるるてるるる。あれ、ダゾーンだよね。アンダー23ね。ケイダ、ケイダちょっとプライ、ケイダプライベートちょっとね、解禁しないんでね。ご想像にお任せいたします。てれれれってれれ、てれれれってれれ。あ、あ、オッケー、ちょっとね、映像だけ。いるわけねえ、ご想像の方がちょっと、やっぱね、マスクマンですかね、私はね。はい。っていう、あ、始まったよ。タジキスタン。ねえ、銭湯からのノリで、ちょっとね、私はもう、基本ね、年齢も不詳で、性別も不詳で、何もかも不詳なんで、ちょっと皆さんにはね、なかなかね、見抜けないかもしれん。うん、細谷、あ、真央ちゃん。ヘディングみたいね。細谷めっちゃいい選手。細谷優衣とはちょっとね。いいよね。体が出来上がってる選手やっぱいいですよね。うん。嫁さん。ねえ。嫁さんはいるかいないかご想像にお任せいたします。はい、
いか、見ちゃう、消そう、見ちゃうわ。ね、見ちゃうよね、これ。ケイダさんは僕の一回り。くらいかなぁ、ね。平成さん何歳でしたっけ？平成さんよりは絶対年上だよな。サッカーに集中しすぎてコメント見逃さないでね。あ、サッカーね。今ね、やっぱ見ちゃうんで、それそれ、松さん。ちょっと消しました。あ、99歳。いいね。男9。僕ね、そうそう。本当はそういう、それぐらい行きたい。180年ぐらい行きたいな。これ、今ぐらいの若さを保、若さっていうか、若少ないけど、保って。いいね。いいね。イケメン系だ。イケメン？ちょっと、サタンさん。6ポイント。いいっすね。イケメンって、イケメンって、イケメンってあれだよ。ね。イケ、なんだっけ。イケメンってさ、イケてる面じゃないんでしょ。イケてるメンズって意味なんでしょ、あれ。最近知ったわ。イケメンってイケてる面だと思わなかったっす？イケメンって。ジュアン・カルロス・ダッケイド、めっちゃかっこいいじゃん。ダッシルバーみたい。めっちゃかっこいいじゃん。アンダー世代の大岩監督？ちょっとわかんないなぁ。大岩監督でも鹿島の時は442で、僕鹿島の時大岩監督嫌だったけどね。あの、いい意味でね。敵として嫌だったけどね。しっかり、ね、守備もして、攻撃もして。池田池田さんやん、それ。池田。前回の試合なんでね、上福本選手出なかったっすね。なんでですかね。なんか、経験積ませたかったのかな。もう一人のゴールキーパーも割といいゴールキーパーっぽいですけどね、なんか、京都さん。ね、なんですかね。今日なんかあれですね。結構皆さんさっき50人ぐらい来ていただいて、あれかな、あれもあるよね。木曜日だとあんま少ないんですけど、ね、ちょっと嬉しいんです、実は。金曜日だとね、やっぱり皆さん、明日休みだからね、いろいろあったりするんだが、公式が、まで名前だ。上福元。あ、神ね、神の方ね、神っちみたいですね。そうなんですよ。飛び出しすぎちゃう、上福元さん。でもさ、武田選手さ、風間さんの時さ、めちゃくちゃ飛び出してるというか、めちゃくちゃ前にいたのにさ、やっぱあれ、風間さんに前出ろって言われたんだね、もうね。めちゃくちゃ前にいたよね、いつも。松さん、上福本は徳島から京都だっけ？若原が元々の京都の、上福本なんかいろんなとこ回ってるからね、わかんなくなっちゃったな。うん、名前かっこいいな、ほんで。上福本。かっこいいな。さあ、なんか、だからそうそう、ちょっと、なんか、そう、こう言ってるうちに、明日になった、明日、怖いな、明日。なんもなかったら嫌だな。なんもないかな。ちょっと、クバの話戻っちゃうけど。もうね、クバさんがほんとね、クバのことしかね、夜考えてないかもしれん。寝る前。クバが来たら、どうしようかな、ワントップにするかな、とかさ、トゥーシャドウで、銭湯近くにいると生きるかなとかさ。ケイダさんって謎設定が多いですけど、プリンセス天候みたいな、そうです、そうです。そういう感じだと思っていてください。はい。まさしくその通り。ネクスト、板倉選手あ、板倉選手って日本代表の、実はもう来日してて今頃、ねえ、それだったらいいんだけどね、店出せたくない。とかね、釣りとか、日本のあれに釣りとかしてね、なんもなかったら訴えることできないです、できないです。できないですね。あれサタンさん変わったんじゃん。あれユーチャンネルさんも、グランパスくん、ちょっとやっぱりさ、これよく見ると皆さんさ、いろいろ変わってんだよ、これね。よく見るとさ、ユーチャンネルさんこれあれじゃんね、エヴァンゲリオンとさ、コラボしたやつな。わ、サタンさんのこれ見えない、さすがに見えないわ、これ。なんか字がいっぱい。サタンさん変わった、これ。これ、豊か、これ。豊かかな。
豊かだね、これね。鬼のなんかだよね。武田パスうまいし、攻撃の起点になれるし、身長あるから、あれずっと目、ほんともったいないよ、武田選手。1対1も強いしね、あの、うん、決定機阻止。うん。ちゃんと我慢できるしね、デスイーズ。ちなみにみんな勘違いしてるけど、あ、ないんだ、それは。え、なんかさ、ワリエワさんのやつで半年半年、なんか文章もあったよね。それなんか何かで見たんだけどな、文章。僕は調べてわからんくって、何かでね、その文章、ワリエワさんの記事の時に、6ヶ月なんちゃらかんやらで、なんちゃらかんやらっていうのを見て、で6ヶ月10日かわかんないけど、要は、便携帯、黒出ましたよって、仮処分ですよっていう、あれから6ヶ月っていうのは違うの？ないの？わかんないでしょ、それ。あるって言ったり、ないって言ったりさ。でも、くばしのこのインスタは意味深だよね。あ、正解、サタンさん、やったぜ。1ポイント。けど1ポイント獲得していくべ。いやー、ちょっとなー。なので、皆さんさっきね、さっきおられなかった方、もう一度説明しますが、松さんもいなかったからね、もしよ、もし明日、6月10日にくばしのリリースがあるようもんなら、もうね、これやりますんで、これ。はい。サムネ作ってありますんで。わかりましたね、これ。これね。サムネまで作ったんで、これ。日本代表の試合が終わった後、速攻やりますんで、これね。よろしくお願いします。もしね、なんもなければ、このサムネはね。一応残しといて、その時が来るまでにね、また使えばいいかなと思いますが。はい。ちなみにみん、あ、ごめんなさい。ちょっと待って。10? ん？あ、いい、ほんと、10ポイントで。10ポイント !10 ポイントで。サタンさんに会えるんだって、10ポイントで。あ、私って私のこと。明日みんなが笑顔になってるか、不満になってるか。まあでも、ダメ元で期待してるだけですからね、もうね。これに関しては。もう、ダメ元な部分もありますよね。その6月10日にね、それこそ松さん言ったように、それがなんか確約しとるわけじゃないからね。ただこのインスタないやねん、マジで。マジでないやねん。なんなら5点差あるし、11日どういうことどういうこと ?11 日ああ。10、11。いやいやいや、いかん。試合、そこは試合実況生配信ですよ。そこは本職ですよ、本職、私の。歌かも笑ってるよ。対談でもね、対談、あ、だからリリースが出たらやりますよ、まず。リリース。出なくても、だからちょっと雑談最近やってないですからね。やってもいいんですか？でもなんかね、何かしらね、対談はないと思うけどな。ね。ほんと、乾杯会ね。違う、5点差あるし、クバを、あ、なるほど。6月10日合流。もうだからもう来てるって言ったらいいね。いいね。11日のあの、配信、実況生配信の枠を、残念。クバ縮小会で使おうかな。そういう意味、了解です。クバね、だからさ、なんかさ、日曜日の練習試合もよ、急遽組まれたけどさ、クバし出したいんじゃないの？それはさすがにないか。さすがにそれはないかな。考えすぎ？いい方に考えすぎ？かな。うん。いや、ほんとね。いや、6-1にした意味ね、出てくるね。ほんとだよね。くばしどんだけあれだろう。でも、写真、ちょっと太ってるかな、やっぱり。少しふっくらしてる感じあるかな。インスタ見るとね。いいじゃないですか。6月9日、中部国、あ、出た。ぽいやつ。中部国際空港に名古屋グランパスの薬部シュビルソク選手の入国が確認された。名古屋グランパスから公式の発表内が復帰間近か。ってニュース流れないかなーかい。ねえ。まだね、ポーランドだと思いますよ。だけど、どうなんだろうね。もう向かってたりとか言って。いやー、もうトクマックさんでね、一回がっかりしたからね、そろそろね、もうクバ復帰がもう最高の補強ですからね。もう何よりも。何よりもの。
あれマジスーパーだからね。スーパークバだから。やばいっす。やばし、ね、ほんと。でもあれですよ。一つあるのが、クバシが復活したとしても、多分グランパス外国人は取りますからね、おそらくね。ね。絶対オファーだし、前線取りますよね。あ、日本決めた。やっぱ見とけばよかった。やったー。やっぱちょっとつけようか。誰よ。誰を決めたの？タジキスタン相手に。誰よ。お、誰これ？声が聞けないから。19番。松木さん？あ、松木玖生じゃん。ほんとだ、松木だ。後ろ姿。すごい、あ、血出てきた。あ、膝買い取ったら蚊に刺されたとこ。あのテグと試合で見せたハットね、すごかったよね。あの、2点目か3点目か忘れたけどさ、1点目か2点目か3点目か。ディフェンダー吹っ飛ばしたやつやばかったですね、あれね。いやー、ほんと、クバさん。じゃあ皆さん質問です。日本も1点取ったということで。クバシが、いいですか？あ、こっち。質問とかも、ここにやった方がいいのかな？でも時間かかるかな？はい。ちょっとさ、この上のさ、あれ？上の、僕さ、これ忘れとったわ。嘘でしょ？文字スクロールしてなかった。はい。これもちょっと全部、もうちょっと、もう なんやねん、これごちゃごちゃしとるな。ごちゃごちゃ、スコア予想ぐらいはちょっと入れといて、これも一応クバのインスタも入れといて、タスキ掛け入れといて、で、これ変えます、文字。私から今文字スクロールで、質問を一つ、皆様に投げかけたいと思います。いいですか？あー、いかん。やっちゃった。よいしょ、文字スクロールね。クバシが復活したら何だ、はい。よいしょ。はい。質問でーす。どうでしょう。あ、大輝さん、こんばんは。あ、ちょっと待ってね。っかで、ね、日本ゴール、ゴール、バスケスが、ある程度試合見せてくれる。あれ、トヨスタで見てたわ。あれ、いいな、ゆうチャンネルさん。ちょっと待って、なんか、ちょっと待って、順番に読んでくれ。ちょっと待ってよ。なんか見えたけど。クバ半端ないって、あいつ半端ないって、復帰初戦で、浦和相手に4点取るもん、そんなんできんやん、普通。クバは、で、こう、今頃、タサポは、バケモンフォワードの復帰を恐れてるね。ちょっと嫌でしょうね、他のサポーターからしたらね。大輝さん、クバ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 ク、最後ね、最後バクで終わってるからね。クリノナグラマさん、今日某スガキ屋でガタイのいいポーランド人見て、あー、それクバじゃない、もしかして。ガタイのいいポーランド人ってもうクバでしょ、それ。違う、もうクバよ、それは。へー、サタさん541ね、5バック54、へー、541は海外だとどのチームだっけ？541僕のあれにないかも。その、どういうあれやるの？ケイダ半端、ケイダ半端ないんで、あいつ半端ないんで、コメントスクロール2時間忘れる。そんなできんやん、普通。間違いない。忘れる、普通。やばいよね、コメントスクロール。ずっと忘れとるもんな。またジョーやらかしたら、え？ジョーどうしたの？教えてください、大輝さん。何、ジョー、いやー、おい、どうしたジョー、おジョー、どうしたつって、アビスパ福岡の時に決めたエグいゴール、
なんだっけ、あれアビスパさんの時に決めたのって、あの左45度のマクシュートのこと言ってるかな。あ、ちょ待って、違う、レバンドフスキー、何、あー、そういうことね、分かった、さっきの見かけた人、レバンドフスキー、何 J リーグ来ちゃうってこと、それ、ただの日本旅行。ユンカよりもクバ、オルンガよりもクバ、パトリックよりもクバ、僕たちはクバが一番好きですねえ。ユンカ強いです、オルンガも強いです、パトリックも強いです、でもクバさんの方がもっと強いです。ユーチャンネルさん、レバンドフスキーの可能性もあるな。みんなレバンドフスキーの方にやっぱ、あーそうだよな、スガキが好きって言ってた、本当なのそれ。自分は154、154って何、どういうの154、教えてほしいで、154 154って1バックってこと、ワンバック、アメリカ、あ違う名前だ、なんか怖い、どうしよう、どういうこと、6対1で負けた後にスガキア行ってるってか。あ、そういうことね、レバンドフスキーさんね。負けた後さ、笑えるな。4321か4123、4321は今、あ、違うわ、4321、はいはいはい。3、あー、でもボランチ足りるかな、ボランチおらんもんな、インドさんね、今。あ、でもいいか、ハルキおるしな。あの人怪我しちゃったもんな。いいね、2シャドウ1トップいいね。4123、あー、3トップね。いいね。みんなやっぱいろいろあるね。早く3億は、いやだし、出すんだよ、いやー、おいじゃあ、はい、ちょっとこれうるさいよね。これね、うるさい。皆さんにもうるさいし、聞こえてないかな、なんか隣の人が聞こえてたらもう僕もやべえなと思って、最近。実況とかがさ、隣聞こえてないよね、大丈夫だよね。ジョー半端ないって、あいつ半端ないって、試合サボってクラブの太鼓叩いてる様子さらされるもん、そんなんできいいやん。おもろいな、あの人元気なのかな、何してんだ、サラリーマンね。クリオラグラパさん、もっと、あ、もっと食べてみやっちっていう CM クマに、あーいいね、やってほしい、そういうね、やっぱりね、名古屋を代表するそういった企業の CM に出ることで、この外国人誰よとなってね、見ると、あ、グランパスの人なんだって言ってね、ちょっとでもグランパスにね、皆さん興味をね、持ってね、中日ドラゴンズさんだけじゃなく、はい。そういったの期待したいですね。松さん。めっちゃ最低なことはね、あんま言わん方がいいね。ダメです、じゃあ。ダメです、松さん、それは。言ったらダメです、はい。サタタ、ディフェンダー1枚、ミッドフィルダー5枚。すごいね。それ本当にあるの、そういうの。本当にある、あ、本当にありそうだね。あるの、フォワード4枚。めちゃくちゃ攻撃的だ。やば。4231ね。もうあのね。だから4231はやっぱね、クバシがいなかったのがね、失敗したけどね。いたら全然4231機能するからね。ただ今2人怪我してるでな、両サイド。そこよ。いつになったらちゃんと、ね、いつになるんですかね、なんか、始めるんですよね、実験的に。ラグラク、森下、丸山、中谷、吉田豊、稲垣、レオシ、先頭、マティウス、クバ、リアド・マフレズ。あ、多分すげえ人なんだろうな。僕わからんけど。ゆーちゃんねるさん、クバに愛知小型エレベーターの、あ、それ何それ知らん、愛知小型。皆さんなんかいろいろ知っとるな。そういう CM ある、その愛知小型エレベーター。マツさんごめん、半端ないってやめない。どういうこと。じゃあちょっと俺のクズな部分、まあちょっとだけよ、マツさん、ちょっとだけならいいよ。平成さんがなんかマツさんに謝ってるけど。
なんだろう。そんなことじゃないでしょ。めっちゃウケるな。なになに？アイコン、あ、違う。ヤバトン。あー、ヤバトンの CM いいね。クバトン。クバトンやっちゃう？クバトン。やっぱりでも CM とかね、出ていかないと、やっぱ、ちょっとさ、やっぱりグラン、うん、それはサッカーを見に来てもらうが一番だけど、やっぱり今さ、何この人、誰この人たち、なんかちょっと面白い CM 出せばさ、何この人たち、何この棒読みの人誰とか言ってさ、稲垣選手あたりが、出てさ、何この棒読みの人誰つって。え、キャプテンなんかを興味持ってくれたりさ。やっぱそういう人メディアにね、出てきてほしいな。スリートップ。レビーはレバンドフスキのこと？クバ、まだやばいじゃん。優勝じゃん、インドさん。ありがとうございます。てか、ターレス？ターレスね、いつ来る？一応まだ今年度は多分どうだろうね。夏も、今怪我してますもんね。復帰してまた怪我しましたからね、ターレスさん。大丈夫かい？ね。レディクーバー待て、いいね。竹本ピアノいいね。もっともっと竹本電話してちょうだい。もっともっといいね、いいね。竹本ピアノね。みんな丸く竹本ピアノ。大学入ってから言語の授業で横になった女の子を狙ってたんだけど、火曜日にマスクの下を見て勝手にぜ、あー、そういうことな。あの子に2ヶ月使って、あー、言うね。わからしいなと思ってました。マスクって本当に、いやーでもマスクはね、そうよ。あ、マスクはだいぶ隠れるからね、顔がね。全然その目だけとさ、こことさ、ケイダーもさ、あんま変わらん？ここだけとさ、ね、これ何、何してんのも、なんか、ここだけとさ、ここでしょ？マスクって。どう？全然違うでしょ。もうみんな知っとるからいかんか、テイラーの顔は。これこれ無駄、これこそ無駄な時間や、これで。みんな知っとるもんな。これめっちゃ無駄なことまだやってるよ、まだ。まだやってる。なんかやめたくなくなってきた、これ。無駄すぎて。もう顔知っとんのにね、これやっても意味ないの分かってるよ。分かってるよ。あ、でもやめよう、ちょっと怒られそうだ。そう、まあね、マスクはね、でもそんなさ、いいんじゃん。無駄とかっていうか別にね、いいんじゃないの今そういう世の中だよね。そういう大学とかさ、入学してさ、ずーっと顔知らないんだもんね。いいんじゃないですかそれは。そんなに、まあ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 。そんなもんちゃう、そんなもんよ。クバちゃんは？クバちゃん結局なんか、な、あ、大輝さんなんもよ。まだまだクバちゃんが匂わしとるだけなんですよ。そう、クバちゃんが匂わせたのをみんなで今妄想してるんですよ。はい。ただこのタイミングっていうのはでかいかなと個人的には思うんだけどね。明日半年だもんね。松さん、なんか知ってる人がマスクしてるのと、知らない人がマスクしてるのと、そう、知らない顔だからね。ケイダさん目元だけだと若く見えちゃった。どっちそれ、褒め、50くらい見えた？嬉しい。嬉しい、御年88なのに、ベージュディーシュ。はい。正直、このマスク当たり前の状態で学生生活を送るのよね。そうだよね。妄想膨らむよね、クリロナさん。確かに、このマスク当たり前状態で学生生活を送りたかったね。本当に。それは確かに。あ、管理さんお帰りなさい。その人に、普通に、いやいや、普通に入っとるし、会話に管理さん。普通に、その人に魅力を感じて2ヶ月も好きだったんだな。顔だけじゃないと思うよーん。ねえ、それはあるよね。カーネージさん、普通に。びっくりするわ。大輝さん、くばしのインスタの考察、謎の人工物が2つ川に浮かんでる。これを、そうそう、柱と仮定して、あ、それね、そうそうそう、それ僕もなんか、あの、Twitter かなんかで見ました、それ。そう。そうな、日本だよ、やっぱり。ねえ、僕の、言い分はね、いや、くばし日本って、日本のこと日本って言わんだろうっていうね。ジャパンでしょ、ジャパン。くばし日本って知らんでしょ、みたいな。と思っちゃうんだが、でもそれね、笑えるよね、そのね、妄想ね、面白い。マジでみんな、顔面偏差値高く見える？みんな？ああ、マスクしてるとね。
いいじゃん、いいことだよ。いいことじゃん。恋は突然落ちるもんです。コントロールできないよ、ワッツさん。かっこいいな、平成さん。いいね。I have a control。いいね。好きっていうか狙ってた。声、性格は完璧。バレたら仕方ねえな。性格完璧ならええやんけ。ええやん。でも、マスク外して。鼻の下、めっちゃ長かったらへこむだろう。めっちゃよ。マスクはね、ほんとわかんないもんね。うん。水面にボールが落ちたらすごい、その想像力やばいよ。あ、くばしが水面にボール落ちたらジャパン、なんちゅうたっつって。やばい、2ポイント。たきさん、工業高校の我。女子見たら誰でも、あー、工業高校ね。共学とかでも少ないもんね、工業高校はね、女子がね。ねえ、お、入った？入ってないか。確かにね。ゆう、あ、え？じゃあ、大輝さんは、高校生ってこと？若いよ。なんか若い人多い？あ、そっか、こう。ゆうチャンネルさん、僕もとびっきり可愛いのを期待してたわけじゃん。ああ、なるほど。あ、そういうことね。なんか思ってたより違うかったんだな。まあね、でもまあまあそれはさ、まあそんなだからいいんじゃないの、それで松さんね。いや、人生なんかめちゃくちゃ長いんだからさね、その無駄じゃないよ、さ2ヶ月で。それでいろいろさ、スキルも上がったでしょ、松さんね。ねえ、エグいフリック入ったかと思った、ポストだったね、クロスバー。あ、太一さん高校生でしょ。で、太一さん一番若いと思うでしょ。琵琶湖説マジでここやば、ちょっといいね。ちょっと太一さんのその妄想力をさ、何かにちょっとね、ぜひ高校生のその妄想力をさ生かそう、ぜひ。素晴らしい。確かにこれ琵琶湖に見えてくる。滋賀ねえ、滋賀市？クバじゃなくて、滋賀？ねえ。明日は違うか。切り替えな。何？違うこといいね。って。新ウルトラマン見に行くの？思ってたのと違う。残念って、まさにグランパスに来た。こらこら。こらこら、まだ赤い。最近ちょっと調子上げてるからね、ゆうチャンネルさん。まなぶさんはね、調子上げてるよ。誰よりも声出してるからね。なるほどね。何映画とかいい？映画とかさ、いいよね。僕映画はね、いいけどさ。ちょっとコーナーキック見させて。さあ、キッカーは誰や？行く。ファー。あ！オッケー、キーパーキャッチ。犬を、ちなみに俺は女の子と全然喋れないので、初めて明るく俺に話しかけてくれた子が今でも好きです。うわ、いいね、そういうの。いいね、そういうの。戻りたい、プレイバック。いいね、そういうのね。全然話せそうなの話せないんだ。緊張しちゃうのかな、女子。あさって劇場版ドラゴン、あ、見たい、あれ。ヒーロー、なんだっけ、なんちゃらドラゴンボール、ドラゴンボールスーパーだっけ、ヒーローだっけ。あれで調子上げてるわ。調子上げてるよ、斉藤さん、最近。頑張ってるんだから。アシストしたんだから、アシストね。カネジさんは一途な、そうなんだよね、カネジさんね。今の言葉、プレイバック、トゥルトゥルル、勝手にしろよ。
出ていく、あ、違うそれ。違うとこ。パンチラ見てしまった子が、あー、ほんと。そう？ゆうチャンネルさん。面白。あ、ピケ。あ。マジだ。松木くんじゃん、蹴るの。あ、違う。その前に VAR 入りました。VAR 入りましたよ、今。PK かどうかっちゅうね。オーシャンレビュー入りました、オーシャンレビュー。今ちょっと琵琶湖見に行きますよ。今ちょっとね、主審が琵琶湖のね、景色を見に行ってます。はい。なるほどな。確かに、この色、水の色は？透明感、まあ、浅瀬のところは確かに、まあ、琵琶湖か、つって。ねえ。パンツ食い込むの。あん？パン、あ、PK、この流れでね。パンチラからの PK でね。いや、でも、そういうの好き、あ、気になるんだ。パン、でもなんかちょっとわかる気もするけどね。なんかドキドキ、ドキってしちゃうから、そのドキが、なんかちょっと好きなドキと、交わって、錯覚を起こして好きな人するのかな。って感じですかね。どうでしょう、ゆうチャンネルさん。一緒俺は勝った、思い、うまいこと言う。6ポイント。お、ちょっと、高いな、6ポイント。2ポイント。片思いね。へぇ、そんな言葉よう知っとるね。思い。片思いの思いが重いね。片思いはな。琵琶湖も北の方だと水、へぇ、琵琶湖ね。滋賀県。あそこ行ってみたい、琵琶湖のね。なんかあるでしょ。オーシャン。オーシャンなんか、琵琶湖パレート。なんか忘れちゃった。忘れた。テラスみたいな。どうなったの？あ、PK、ノー PK。ノー PK ね。ね、取り切りね、よくわからん。なんか VR、なんなのよ。本当に10日に発表、それもね、大輝さん、全然噂で終わる可能性大ですよ。発表っていうか10日にだから連絡来てるのかなんかね。ただ、その何？今回その、くましがインスタ上げたことによって、その妄想が、ね、グラサポの中で広がってしまったと、高まってしまったということで、SNS いろんなところでね、皆さんね、これどういうことよ、どういうことよってなって、今ちょっと、注目を、動画上がっているんじゃないでしょうか。くばしが来たらもうすべてが結構変わるからね、ほんと。お？ちょっと待ってよ。嘘か嘘って最初なんか飛ばしちゃったわ。いやー、みんな嘘だからね。ちょっと危ない。と思っちゃった、今。モチベ上げていくしかないね。ほんとそうだね。ただ、でも本当にね、くばし来るコンにせよ、絶対選手を取ろうとしてますからね。グランパスはね。徳幕グエン選手の件がありますからね。はい。またサンタさん来たー。このポイント制度は、制度ね、何にもないです。はい。何にもないです。すみません。私の気持ちで。何かいいことあるかもしれないですけどね。うん、そう、あのね。うちぴーみたいな感じだね。うちぴー。6ポイントとか知ってる？うちぴー。昔やってた深夜番組だったっけ？内村プロデュースって番組でやってたね。あ、タコナツさんこんばんは。あ、はじめまして。タコナツさんはじめましてですね。はい、はじめましてです。はいはい。クバの匂わせは面白いですね。期待だけで終わらないこと。ねえ、ほんとほんと。タコナツさんはグランパスサポの方ですか？教えてください。松さん、クバトレインやんだら、レバンドフスキー、まあ、レバンドフスキーはさ、バイエルンじゃなくて、なんか移籍するにしてもさ、どこだったっけ？バルセロナとかなんでしょ？行くのって。なんか。違うの？くばしのドーピング発表の日、俺はビッグマックを食べた。虫歯治療した日、俺はビッグマックを食べた。かっこいいの、なんか。なんかかっこいいんだけど、それ。嘘、確か嘘かい！嘘かい！グエン選手と比べると新しい選手なのね。グエン選手はちょっといい選手だからね、マジで、ガチで。
なんかね、あれちょっとね、ガチでももっとオラオラ言ってほしかったな。松さん、バルサに狙われる、取るらしいから、ね、レビの獲得対決しよう。バルサも今金ないし。絶対。それこそね、本気出したらね、トヨタ様が。本気出したら、全然、マネー勝負できるんだけどね。本気出したらね、本当の本気ね。ここまで匂わせて何もなかったら、クワは日本のお笑いを完璧に間違え。ほんと踊らされとるよね、私たちね。こんなん出したらさ、みんながおってなるに決まってるもんね。ね。こういうスタンプでなんか匂わせるの流行ってんの？グエン選手のわしのマークみたいに。ね。流行ってんのこれ。匂わせ半端ないのこれね。バルサが金ないならチャンスだ！よし！来ないでしょ。だって、レバンドフスキってさ、今30ちょっとぐらいでしょ？で、まだバリバリなんでしょ？ねえ、バリバリの人なんでしょ？だから、クバの上位互換なんでしょ？クバの上位互換ってもう、何よ？すごいことよ。ねえ、クバシの順位。うわ、もう開け方わからんくって、もうなんか全部開けちゃった、これ、もう。こういうとこよな、ガサツ。ガサツ。嫌になるね、ガサツって。うん。トヨタの社長はサッカーより、ねえ、ルマンね。ルマンよりもルマンね。ああ最初からそれ言いたかった。と、今、もう一回。なしね。ちょっと今もう一回巻き戻します。テラさん。トヨタの社長はサッカーより車のレースとかのが好きだからな。そうだよね。ルヴァンよりルヴァンだもんな。秋尾さんは。はい、トシシさん。0時にグランパスの公式ラインね。皆さん0時ってあるの？あり得るの？今までさ、遅かったのってヨネディが、来た時がなんか遅かったよね。それぐらいで12時さすがないでしょ。みょーん。あ、トシシーさん。あ、読んだ今。危な。タイキさん。くばしのドーピング発表された日？俺は、歯医者にいた。泣きそうになったが、さすがに歯医者で泣けなかった。そして、虫歯治療が痛かった。かっこいいね、やっぱ。なんか重いよね、一つ一つの。重みがあるよね。うん。かっこいいな。うん。マッツさん、お笑い的な観点も入れたら、明日情報が来ても吉、来なくても吉。間違いないね。ないんかいってなるもんね。最近23時まで勉強、すごいね。寝て、4時半に起きて勉強して、家の周り走って学校行くという。すごいやばいね、それ。ハードワークよ。うん。だって、23時まで勉強、11、12、12、あ、でも6時間寝てるんだ。6時間弱ぐらいかな、だから、寝入るまで。まあ、そしたら僕より寝てる。僕も6時間寝ないからね。寝て6時間だね。すごいね。ストイックやな。川西さんは。滝さん、大森市なら、それあるね。確かに。それはあったかも。大森さんだったら取りかねんぞ、犬さん。ゆうちゃんねるさん、名古屋グランパスが、イブラヒモビッチの、獲得発表ないないない、それ騙されんわ。いくらなんでもね。クバシがどうこう言っとるときに、イブラヒモビッチ取らんねん。で、イブラヒモビッチ、マジ J リーグ来てほしいけどね。マジでああいうね、楽しい選手来てほしい。ほんと取ってほしいな、どこか。名古屋じゃない、どこかが。サダンサーメンさん、グランパスは9日、新戦力として、アルゼンチンリーグ一部、ラシンクラブに所属する、カエニージさんですか。時の元のことだ。薬物絞りつくことの、コンビも非常に楽しみだ。
カーネージ・サントスは元スウェーデン代表の長身フォワードで、球際の強さとスプリント回数が非常に多く、守備も渾身的なフォワードだ。今シーズン、アルゼンチンリーグで29試合9ゴール16アシスト。へぇ、来るの？カーネージ・サントス？サタンス、いいね。フォワードに長身だもんね。スウェーデン代表欲しい欲しい。16アシストえぐない？ストイコ、9ゴール16アシストでストイコビッチだよ、もうそれ。なんやかんや。それは。9ゴール16アシストはもうなんやかんやね。クバって今29、今年30、今30ですかね。うん、30歳。てかさ、乾選手来たら、チームのみんなが乾選手に気遣って、せっかくの名古屋のな、なんかね、わかんないけどさ、なんかああいう風に、良くはないよね。ねえ。いい雰囲気、なんか、うん、ゼロから始まるもんね。マイナスイメージから始まっちゃうよね、ちょっとね。東大に行け！カネジ！東大に行け！あ、ドラゴン桜、ちょっと知ってる。アベレスの人ね。東大に行け。いいね。お前たち、東大に行きたいか。29試合9ゴール16アシスト年俸7億年俸7億なんか書いてあったっけ。いやーちってせめて40点。年俸7億なの、すごい。カーネージさん、元スウェーデン代表カーネージサントス。サントスなのにスウェーデン代表、そうブラジルっぽいよね。カネさん来るの？マジで？カネさん、カネさん？カネさん来たら、あ、だからグエンの代わりか。いいんじゃない？グエンの代わりにして余りある即戦力じゃない？いいね、それ。いいね。本名、サントスビッチ。だけど、これができた。カーネ、あ、本名はな。カーネジ・サントスビッチってのね。次、嘘。ブラジル系スウェーデン人。確かに。松木玖生代表でゴール決め。あ、ね、松木さん。ね。あ。カーネルサントス、本当だ、カーネルサントス。なるほど。カーネルサントス。またの名を。カーネルサントス。ややこしいわ。カネさんで通るの相当有名な選手です。本当に来ないです。カルボナーラさん。来ないです、カネさんは。カネさん来ないんですよ、カルボナーサ、こばは。カネさんね、ちょっとね、来てくれよって言うんですけどね。白髪で型いいから、前線でボールキープしてくれそう。カネさん、カネさんね、白髪で型、確かに確かに。あの、ポストね、ポストプレイいけるよね。うん、ピケ、あ、ピケ来た？ピケ。ピケ！ピケ来たよー。あ、これはもうピケですね。これ完全にピケですね。これピケです。はい。さあ、蹴るのは、松木玖生選手だ。2点目来るか？それからボールをセットしていく。ちょっと土曜日の練習して実況の練習するわ。さあ、1歩、2歩、3歩、4歩、5歩、6歩、7歩。さあ、どっちに蹴るか、右か左か、どっちだ？どっちだ？松木玖生選手。ゴールキーパー中央に立っている。19番松木選手、蹴るの、お、観客の女子たちは、熱い視線だ。さあさあさあ。お、まだ、あれ ?VR? 違うよね。オッケーオッケー。PK、今度こそ PK。あ、まだ、ちょっと待って。まだまだ聞いてるよ。PK かどうか？嘘でしょ？またそんなことある？ねえ。ケンタッキーがスポンサーつく。いいね。それいいね、大地さん。ケンタッキースポンサーついたらめちゃくちゃいいじゃん。カネルさんだ、カネさん。名古屋グランパスさん、あ、違います。あ、本物？ちょっと、え？あ、止められた。何？何今、ポスト？何だった？見てなかった。ちょっと今、PK よりもさ、カネさんが、まさかこんな私のチャンネルに本人が、外したんだ。じゃあ。外したか。え？切り方ネイマールと一緒だね。え？切り方。
ネイマールと一緒じゃん、蹴り方。真似してんのか。ねえ。名古屋新しい外国、あ、コッシーさん、こんばんは。ですね、クバシが、あと、シュベルトク選手が、なんか、復帰、そろそろするんじゃないかっていうのが、インスタグラム、左下のインスタグラムで、の、匂わせね、サッカーボールの。あるのと、あとは、グランパスはね、トクマックグエン選手を獲得しようとして、獲得できなかったけど、トクマックグエン選手を狙ってるってことは、まあね、第2弾、そこは無理だったけど、まあ、別にね、次の、選手狙いに行ってるんじゃないかっていう話をしてる流れでね、なぜかちょっとごめんなさい。金さんっていう選手はね、来ないです。はい。すいませんね。はい。そのアルゼンチンリーグの人、アルゼンチンリーグの人、さっきのソースあるかな、ないでしょう。ソースはかっこいい。そう、皆さん、初見さんとかだとちょっと混乱しちゃうんで、コシさん、なんだっけ、カーネルサントス選手は妄想の選手で来ないです。なんか皆さんがね、僕はね、何にもそこに絡んでないんですけど、ちょっと皆さんがね、そうやってちょっと嘘の情報をね、流してしまったということで、僕からもね、一言、そういうちょっと誤解をね、招くようなこと、ちょっと皆さんやめといてねって言っときますね。はい。なので、金さんっていう選手は来ないです。はい。クバ選手が復帰するんじゃないかっていう噂と、今ね。あとは、トクマクグエン選手取れなかったっていうところでも、っていうことは、やっぱり次の選手動いてるんじゃないかなっていうぐらいですね。なんか全然、まあ、その子ぐらいです。はい。うん。来ないよ。松さん、でもシーズン前に、レイドマ・シアンホの獲得、え、誰レイド、あ、わかんない。え、誰レイドマシアンホって誰、あれ、シーズン前なんか僕結構めちゃくちゃチェックしてたけどね。いたっけ、そんな選手いた、滝さん。琉球の新外国人、ビットコインで払う。あー、なんかちょっと見たかも、それ。何かで。ブラジルの人ですよね、29歳のね。うん。カーネルサントスさん。え？契約あー、ちょっとでもそこはもう、トヨタさんとのね、サントスさんとの話なんで、ちょっと僕らがちょっとわかんないです。あ、そうか。わかんないのすいません。わかんないのに僕がね、来ないとか言っちゃったら、ちょっと謝罪、訂正させていただきます。はい。あとはもう本当に、カーネルさんとね、トヨタの、はい。山口さんとのね、話のことだと思うの。あ、宝本さんこんばんは。クバ明日発表ね。いや、本当の噂の噂なんで、ぶっちゃけ発表ない方が確率高いのかな。騙された。あ、何そうでしょ。でもさ、松さん、僕いっぱい見てたけど、知らんよっていうことはやっぱちゃんと僕見てたってことだね。はい。自分で自分を、助けていく。フォローしていく。だってさ、そこで、え、嘘、そんな、マジでじゃないから僕は、松さん。え、僕めっちゃシーズン前見てたけど、そんな選手いた？だったからね。そこ2ポイントちょうだい。栗山さん、クバ、ケイタ先生。ケイタ先生、サッカーがしたいです。あ、いいね、それ。いいね。ミッチーだけに？あ、間違えた。いいよ。あ、ミッチー。うん。勉強終わりました。あ、お疲れ様です。いいね。じゃあ、こっち参加できます。あ、もう、やば、11時だよ、みんな。11時半に終わりましょう。明日仕事もあるんでね、皆さんもね、私もね。11時半までね、皆さん。OK?OK?OK?11 時半までね。まず40分まででね。グランパスは9日新戦力で、ちょっと待ってよ。これ、ちゃんと読めるかな？噛んじゃうのよ。グランパスは9日。新戦力でコロンビアリーグ一部、コロコロに所属するインヌサンダースの獲得濃厚ということが、複数関係者によって分かった。インヌサンダースは、強靭なフィジカルを持った破壊的ディフェンダーで、過去にネイマールやダニアウルス、
を吹き飛ばした唯一の選手、すごい。今シーズンコロンビアリーグでは32、32、3、ああ、まあディフェンダーだからね、十分すぎる結果を残している。来るの？インヌさん？すごいね。インヌさんとカネさん来るの？枠大丈夫？まだ大丈夫か。ミッチ、ミッチ、レオシ、クバ、マテ。あ、いいか。全然大丈夫か。6人だ。てか何人でもいいしね。5人までしかベンチにあれだけどね。すごいね。どんどん来る。ほんと。しかもなんかいいとこのコロンビアリーグとかさ、南米好きよね、サダンさん。アルゼンチンリーグとかさ。ヨーロッパじゃないですか、これ。最近、清水が負けた試合の動画見て、めちゃくちゃ落ち込んでる配信者。ちょっとそんな、マッツさん。それ誰？カネさんのことそれ。あ、配信者ね。そうなんだ。いや、でも落ち込むよ。僕だって落ち込むもん、グランパス負けたら。明日発表来ないと、もうそれ以降。なんかね、来てほしいよね。来ないのかな。いや、来る。いや。なんかさ、グランパスとしてもなんか欲しいよね。今こういう、全然結果がないなら、結果がないです。でもそんなことリリースできんもんな。なんか知りたいけどね。あ、明日食べにやばいじゃん。勉強せな、勉強。今年のシーズン後に、ウェリントン・ダ・シューバ・エンゴロの獲得の、今年のシーズン、なんか日本語むちゃくちゃなんだよね。今年のシーズン後に、ウェリントン・ダ・シューバ・エンゴロの獲得の噂あったよねって、なんか、過去と未来がね、ごっちゃなってんのよ、大輝さん。ね、そこそこ、まあ、今は生きてるのかな、大輝さんはね。今生きてるもんね。明日？初めてね。ゆうちゃんねるさん、クバのインスタにある2本の棒みたいなやつはよく見ると2本ではなく1本につながった何かですね。マジで。なんだろうね、これ。木の枝ではないよね、これ。何これ。何なんだろうね、これね。ね、何なんだろうこれ、どういう意味を指してんだろう、くばしは。これくばしはさ、どういう意味を指してる、くばし。ねえ、なんかあと1時間で6月10日だけど、まだ寝てる時間じゃない、慌てる時間じゃないね、まだ慌てる、なんだっけ、まだ慌てる時間じゃないって、なんだったっけ、なんかの有名なセリフだよね、忘れちゃった。インヌ選手、インヌさんね、インヌ選手、いや、どうなんでも噂じゃないですか、まだ、ね、ちょっと、そういう掲示板とかで、なんか、ささやかれてるぐらいなので、ちょっとまだわかんないです。明日？そうそう、明日の今頃、明日の今頃には、ここはどうなっているのでしょう。荒れてなければいいが。明日ね、明日でもさ、がくばしのなかったら、でも、生配信してもあれだもんね。どうなんだろうね。くばしのなんかがなくてもするか。くば配信するか。くば配信。いや、こんだけね、でも一つのね、写真でこんだけ妄想できるっていいよね。南米系狙って、あ、なんかコメントめっちゃ、ちょっと待って。やば。皆さんコメント。追いつけん、ちょっと待ってくださいね。南米系狙ってるんだな、グランパス。間違いない。レオチアゴ？レオチアゴ？あ、レオチアゴ。あ、さっきのね、数えてた、本当だ。失礼なね。チアゴも数えない。チアゴはあれだけどね。で、まだいるもんね、今は。レンタルだけど、今年はいるもんね。本当だよ。来年どうなる？来年どうなるんだろう、本当よ。自称国チームは外国籍、あ、7人ね。そうそう、だから別に何人いてもいいんだよね。外国籍選手ね。ベンチのあれまでは5人だけどね。テラさん、明日の今頃自分に問いたい。ね、今どんな気持ち？テラさん、めちゃくちゃくばしに揺さぶられてるね、結構ね。もうどうなるんだろうってね。でもそれぐらいくばし、ほんとでかいからね。くばしのあの写真一枚にみんなね、揺さぶられちゃうね、心を。ほんとに。罪な男よ。罪やわ。ゼ・リカルド来るらしいけど。清水、ね、そこめっちゃ楽しみ。見たい、早く。どんなサッカーになるか。
なんかよかった、なんかあのなんだろう、マッシモとかじゃなくて、そういう攻撃的な方に行ったじゃんね。なんか楽しそう。うん。サッカーは全然ロティーナからね、一人挟んだけど、変わっちゃうけどね。うん。平岡さん挟んだけど。こんちくわ、M さんこんばんは。M さんのはこれ、あ、見えないんだよね。M さんのアイコンってこれ、スタジアムかな。タキさん。釣れなかったか、釣れない。大輝さん、さっきのやつでしょ、釣れない。もう騙されますね。私、めちゃくちゃチェックしてたね、グランパ。皆さんもそうだと思うけどさ。なんせさ、シーズン始まる前のさ、補強めちゃくちゃ楽しいもんね。情報ね。めちゃくちゃチェックしてましたから。大輝さんタイムリーパス。ビニシウスは JR。 へえ、そうなの。リカルドはビニシウス JR。 間違えた、ジュニアね。だからブラジル代表の人に JR が育てたかと思った。ビニシウス、リカルドね。そうなんですね。クバー、サッカーがしたいと言え。あ、分かった、それワンピースやしない。で、分かったよ。さっきのタイムリーパーです、間違いない。迷彩柄の人工物。何の話？どこの話？ U チャンネルさん。ああ、もうわかんないわ。出た。迷彩柄の人、これね。竿2本ね。何なんだってことは、どういうことよ。木の、最初木だと思ったけどね、木じゃないんだよね。明日すべて、いや、コシさん、明日はね、多分全然、本当になんか、このくばしの、一応ね、なんだけどね、名前忘れちゃった、ロシアのフィギュアスケートの、選手、何だったっけ、ドログバじゃなくて、何だったっけ、ノドグロじゃなくて、アロエワ?なんか、あの選手の時に、なんか6ヶ月のなんちゃらかんやらって記事が出て、あ、じゃあクバもそうなのかなみたいな感じ多分なったんですよね。だからもしその、6ヶ月以内にっていうのがもし合ってるのならば、12月10日からの6ヶ月で、明日6月10日に何かしら情報が出すんじゃないかっていう噂になってる感じですよね。だからわかんないですよね。だから、で、それに、踏まえて、この一日前にくばしのこの意味深な写真が出てきたっていうところでね、ちょっとどうなっとんねんって感じ。どういうことやねんって感じですね。だからちょっとわかんないですね。コシさん、すいませんね。それ、この、だから写真一枚とそういった今までのね、経緯から皆さん妄想を膨らましまくってパンクしそうな状態であるということです。テラさん、明日の配信はくば復帰発表あるまで終われない企画に。いや、終われんじゃん。もしなかったら。徹夜やん。いや、ほんとね。なんか、クバの発表を待つ感じね。終われない話にしても、6時は無理だ、でも。日本だけはあるもん、明日。9時からやったらもう発表ないから。ワンチャン9時8分あるよね、クバ。ないから。9時8分。ねえ。補強楽しみだけど、選手が出ていくのはそうなんだよね。カルボナーラさん、そうなんですよ。寂しさとね、ドキドキとワクワクとね。中谷選手とかさ、海外行ったら寂しいしね、とかね。冬のね、遺跡ね。いい監督かどうか知らんが、現代の戦術的な監督、あ、そうなんだ。全然わかんないけど、ポゼッションサッカーなんてね。らしいですね。あとが抜かしてないから大丈夫かな。みんな長谷川さん解任って言ってるけど、普通にいいか、あ、コシさん、僕も長谷川さんは解任今はしなくていいと思っている派であります。はい。そう。あとね、選手との信頼もあるよね。サッカーもだからね、いろいろ頑張ってるのよ、長谷川さん。そう見えますね。で、くばしがだから来てね、またどうなるか見たいですよね。リカルドでダメならもう諦めちまえ。でも本当ね、清水さんも辛いとこだよね、今ね。諦めるって
金井さん、なんでそんな清水のこと気にしてるんですか？どうしたんですか？なんか清水も好きなんですか？でも今あれだもんね。あ、でも地元があれかな、静岡の方だと、そうか、清水も一応気になる、気になるっていうかあれか。まあ、ちょっと気にしてるぐらいかな、金井さん多分ね。佐藤さん。名古屋グランパさんの方が出た。プリメーラ DBC オンでボリビアの、もうどこかわからんのね、もう。レアポルト市に所属するエルビンテラ選手。エルビンテラ選手が活動することが決まったと関係者によって分かった。エルビンテラ選手は爆速フォワード。10メーターダッシュのタイムは、ウサインボルトなんか聞いたことあるな、その30メーターが何々とか、速さである。また今シーズンは、プリメーラ・ディビシオ・デ・ボリビアでは35試合21ゴール12アシスト記録しており、もうやばいじゃん。そんな選手来るの？本当にやば。てか、エルビンテラってさ、誰よ誰のこと言ってんのよ、エルビンテラは。インヌさんとかああいう系で言うと誰のこと。カルボナーラさん。AFC のホームページのルールに、ねえ、六角時代に結果を出すべき、つまり出さなくても、あ、出さなくてもいい。出すべきね。なんかなぁ、マジか。6ヶ月以内に結果を出すべき、つまり出さなくてもいいみたいな。出すべきってさ、言ってんな、出してよ。ねえ。出すべきね。じゃあ問題なければ出す。6ヶ月目安にさあ出さないといけない感じでしょ。あ、じゃああれか、やばい、もうこれ最後にしないと、酒飲みすぎると明日お仕事あるね。あの、規定ではないんだよね、っていうことか。わあ、ちょっとなんか、怖いや、怖いやだな。23ミリ、すみやお。あ、おやすみ。カニさん、おやすみなさい。僕は、あの、この配信はもう半までにしましょう、皆さんね。半までね。半で終わりますよ。AFC のホームページのルールに、あ、今読んだ。やば。今読んだ。やば。高橋さん、熊氏は復帰してもすぐに半、去年ぐらいの、まあね、活躍できるかわからんけど、なんやかんやで後半戦だけで J1 とか、すごい期待。だけどなんか何やかんや動けそうじゃないですか。なんか動けるか分からんけど、あの、やっぱ元々の素質があるからね。点は取れますよね。絶対。すぐ出ても。すぐ出ても点は取ってくれそう。うん。もし9時8分に出してきたら1分でも早く出す。そこのなんかクバのあれいらんわ、ってね。早く出せや、って。逃げ逃す。あれ？寝るシーンよ。逃げ逃す。逃げるもんね。あ、ね、逃げ逃す、僕見逃したかな。あ、大丈夫だね。大丈夫だね。はい、逃げ逃す、そうそうそう。カード持ってるからね、管理人さんね。ガスカード持ってるからね。てか、明日結果出たら出たで。期限ギリギリすぎ。ねえ、ほんとだよね。仕事中の俺か。わかる。溜めちゃうよね、仕事ね。で、ギリギリになって焦って、やっと出せるみたいなね。わかるわ。テラさんね。テラさん、あ、テラさんね。カタカナだからね。英語だと分かったわ。確かに。エルビンテラでね。テラさんね。なるほど。全然傷がつかなかったわ。いいな、なんかみんな名前。ちょっと待ってよ。現代の戦術的な監督ではないと思うっていうのは、ゼ・リカルドについてではなく、あ、コシさんの、あ、長谷川さんね。ああ、まあ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 。長谷川さんはまあまあまあ、今のではないってよくいろいろ言われますもんね。そうそう。でもなんかね、なんだろうな、人が好きなんだよな、私。もともとあの人すごい厳しい人だったんでしょ？なんかそこをさ、やっぱ人間、あの人多分監督、まあサッカーに関係ないかもしれんけどね。すごくなんか人的にも好きよ、長谷川さん。うん、サッカーもさ、なんか楽しみ、久保選手が入った時に。やっぱ分かりやすい、僕みたいな何、その、久保選手が入れば本当に長谷川さんがやろうとしている最短距離でゴールまでの最短距離を目指すサッカー、成り立つ気もするけどね、どうかな、うん、フィニッシャーがねー。カリさん、マッツさん、そういうことね。自称国チームサポなんか、みんなリカルドに期待してないし、自称国チームだもんね。欧州系じゃないし、リカルドのことだと思った。
なんかさ、そうそう。ね、ブラジル、そこ行ったかって感じだね、清水さんね。ブラジル系の監督でさ、J リーグで成功したのってさ、鹿島系以外で誰かいいの？うん。今日は30分しましょう。またね、明日もあるかもしれないし、明日も多分やろうかね。やる、いたら、うん。明日でもどうしようかな。ネタが、くばちがなかったら、ほんとネタ困っちゃうね。ねえ、お願いよ。ちょっとね、僕もね、風呂入らなあかんのよ。風呂入って明日ね、早いのよね、6時45分起きなんでね。うん。ハンデ行きましょう、今日。もう、ね。一緒よ、ハンも45分もね。サタンさん、ハンデ行きましょう。よろしく、お願い、サタンさん。ハンデ行きましょう、今日は。いい？カネさん、サタンさんも中学生じゃないっけ？時間大丈夫な？心配していく。ゆーちゃんねるさん、ちょこちょこアイコン変えますね。ね、そうなんですね。僕も今日ね、ゆーちゃんねるさんのアイコン変化にね、気がついたんですよ。はい。実のとこ、とどのつまり。ちょっと待ってよ。これか。はい。お、ちょっと待ちよ。どこまで読んだ？補強た、箸と梅干しの形をしたおにぎり。ああ。どういうこと？どういうこと？ああ、そういうことね。このインスタだよね。あ、そういうことです。日本だよ、もう。もう日本来ます。某アニメの12話。くば。見つけた。全体わかる。何？某アニメの12話最終回。くば。見つけた。なんか怖いんだけど、ホラー系のやつ。見つけた。みたいな。クバ、そうそう、いつも同じとこで釣りしてるね。あ、めっちゃ見逃してた。スラムダンクの鮮度。クバ、いつも同じとこで釣り、誰を持ってんの？え、なんか何これ、どうなってる？え、ちょっと、バグってる。見逃してたのを探してたのか。結構ね、見逃す、なんかさ、アーカイブで見るとさ、見逃してんですよね。あれ、なんだろう？こっちが表示されてないの？見逃すんですよ、普通に。なんか見てるつもりが。この前のルヴァンの時みたいにたくさんいる時はどうしてもね、あれなんですけど、今日みたいな日とかでもなんかね、後で見るとね、ネルシーニョもう今見たし。クラシの化粧するね。いよいよ X で前だと1時間。間違いない。逃げ逃す。よく見てるね。なんだろうね。明日配信します、サタンさん。はい。明日ね。明日なんか皆さんじゃあネタ用意しておいてください。なんかいいネタないかな、明日。あ、日本代表のこととか話そうかね。ね、日本代表のこと話した。日本代表が終わってどうよっていう話と、クバ氏の話しようか。クバないんかいとかさ、クバ来たーとか、クバが来て、来ればもう乾杯だからね。乾杯生配信だからね。もうテンション爆上げでいきますからね、もうその時はね。今度こそ寝るしにおやすみなさい。ただ面白いね。ユーチャンネルさんちょこちょこ、あ、読んだね。ケンタ君もクマの匂わせして、明日はケンタ君もクマの匂わせしてたし、ねえタコナッツさん、それよ、もうそこで行こう。クマ頼む、クマシだってさ、あとさ、ユニフォームも販売してるでしょ、普通に。だから最悪嫌な情報は来てないってことだよね、まだ。ね、ユニフォーム普通に販売してるし、なんも、ってことは嫌な情報来てないよね、まだね。今夜僕、あ、わかった。平成さん。僕をね、やっぱ舐めてもらっちゃ困るのよ、平成さん。今夜僕は、でしょそれ。ねえなー、いいよー。でしょ？
わかるんだから。ちゃんちゃ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 んちゃ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 んあの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないわ。花の名前も知らないしな、そのアニメも知らん。で、何どういう系なんだろう。なんか恋愛系っぽい。今度こそ、それこそ寝るシーンよ。今度こそ寝るシーンよ。今度こそね。明日は熊の祝杯&ガーナ戦実況。ガーナ戦はね、実況生配信はちょっとね、やっぱもう、テレビでやるんで、テレビでやる試合は遅れちゃって、それを皆さん合わせれないんで、時間。テレビだとね。時間も合わせられないんでね。実況は日本代表戦、そういうのはやらないが、祝杯はします。はい。わしが進行しましょうか。明日、なんかネタ振ってください、ネタいっぱい。クバのハットトリックと初ゴール。テラさんいいなぁ。いいなぁ。テラさん、テラってさ、ファイナルファンタジー5にいたよね。マツさん、あの花知らない人いる？いない？え？いるでしょ？僕だけじゃないよ。はい、皆さん、正直にお答えいただきたい。正直にだよ。今調べてダメだよ。あの花っていうアニメ、知らない人、知らない人だけ知らないとコメントお願いします。いるよ。絶対いるはず。2011年に社会現象になって、嘘だ。あの花は知らないけど、あの鐘を鳴らすのはあなたは知ってるよ、私。うん。それは知らない。あの花の名前は僕たちはまだ知らないは知らないけど、あの鐘を鳴らすのはあなたは知ってるよ。うん、ルヴァン京都戦。あ、高山さんね、隠れていく。本当だ。失礼。京都戦の予想、はい、これです。2対1にしました。皆さんのいろんな意見を合わせての2対1ですね。はい。な感じですよ。サタンさんってなんか似たような名前の人いるけど、どうなんですかね。ルバン、あ、みたいな。あれ、宝山さん、そうだね。あら、知らないでしょ？なかなか知らないでしょ？クバのあのゴールポーズって何をイメージしてるんでしょ？あれなんだろう？あれなんか言ってたけど忘れちゃったな。なんだったあれ？飛行機みたいだね。何イメージしてんだろう？で、テラさん、あの鐘を鳴らすのはあなたは知ってますよね？うん。おっさんなんで知りません。ほら、結構、だから、松さん。そうなのよ。松さん、やっぱアニメ好きな人は当たり前に知ってるやつなのかな？すごい知ってる人たちとか。ね。まあ、有名なんだよね。だから、秒速5センチメートル知らないのっていうのってさ、例えばよ、新海さんの、え、知らないのって思うじゃん。でもさ、みんな知らんのよ、結構。例えば、秒速5センチメートルね。そういうもんじゃないの？それも多分違うかな。名前なら知ってます。ああ、実写かもしれない。平成さん知ってるんだ。カーネイさん、ブラジル人で成功した監督、寝るシーンよね。あ、寝るシーンよね。それこその寝るシーンよね。なるほど。あ、マジじゃん。優勝してるもんね。歌詞はね。なるほど。チビル族の、あ、本当？テラさん。そうなんだ。これ？そうなんだ。あれ、道頓堀のグリコポーズらしいですよ。嘘。早い、嘘。優しいね。嘘。ゆうチャンネルさん、また変わっとる。あれ？まるちゃんや。しかも、清水、あれ？ ?You チャンネルさん何？清水サポ？実は。隠れ清水サポ？やばい。カーネジさんと逆なっとるわ。カーネジさんの分をね、アイコンにしてくれてんのかな？優しいな、You チャンネルさん。1ポイント！あ、追加点来た。あ、ほんとだ、2-0になっとる。マジか。決めた。ほな、さいなら。カーネジさんまたね。おやすみなさい。知らんとかでね。勉強して、4時半に起きて勉強して走らないからね。
秒速5センチメートルより有名ってことだって、僕秒速5センチメートルは知ってるよ。秒速5センチメートル知らない人いる、ちなみに。ちょっと待って、これ、あれ？これサッカー関係チャンネルですよね、ちなみに。秒速5センチメートルでしょ？秒速5センチって、桜でしょ？桜の花びらが落ちる、桜の花、桜、セレッソ、あ、大丈夫だ。セレッソでね、繋がった。オッケーオッケー、全然大丈夫だ。サッカーチャンネルだ。オッケーオッケー、危ない危ない。あ、栗野田さん、3人ね。オッケー。そんなバシバシ入るかな。だから向こうがね、オラオラ攻めてくると思うから、確かにね、点数は動くかもしれんね。でもね、陽平くんのねクリーンシート見たいんだよな、できれば本当は 2-0 ぐらいで。俺マジでサガン鳥栖サポになろうと思う。嘘でしょ、言うすぎも多いしストレス。ダメダメダメ、松さん、あのサガン鳥栖も応援してるよぐらいにしといて。じゃあね、グランパス一番でね。グランパスもユース強いよ。君の名はなら知って、君の名はね、めちゃく、それもみんなめちゃく、鬼クソ有名だもんね。君の名は知らないとそれこそいないよね。あ、コウキさんこんばんは。そうなんですよ。これね、コウキさん、これの話をずっとしてたんですよ。左画面のね。妄想をね、膨らまさせていただいておりましたよ、皆さんで。はい。これね、意味深でしょ？そうなんですよ。これこれ。違ったアイコンに音、作ったアイコンに男はドンと胸を張れ。どういうこと？え？どういうこと？どういうこと？ほんまや。なんかキモ、どういうこと？どういうこと？え、なに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 ？どういうこと？どういうこと？なんか。決めた！なになに？ほんまやってなに？フランキーに言ったセリフ？テラさん、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 テラさん。あ！男はドンと胸を張れ！みたいなやつ？これが？あ、そうなんだ。なんでワンピース見てんだけどな、忘れてる。危険危険、身の危険じゃなくてね、男はドンと胸を張れ。フランキーってさ、ミスター、あボンクレーと一緒だよね、声優さんね。あちしの人、あちし。いつでも探しているようでしょ、どっかに君の姿を、向かいのホーム、路地裏の窓、こんなとこにいるはずもないのに。いい歌だよね、あれ。あの歌はね、カラオケでたまに歌うな。クリロナグランパス。グランパス、ま、あれ、だからそれ、秒速5センチメートルの主題歌だからね。ね、松さんね。知ってるよ、見たもん。グランパスを全く関係ない。え？何？グランパス全く関係ないストーリー上がっとる？どういうこと、どういうこと？あの、インスタ？どういうこと、どういうこと、どういうこと、え、どういうこと、あ、マジでクバ、どういうこと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 、クバのストーリー見ればいい、うわ、キモ、なにこれ、え、なにこれ、魚？これ。え、なにこれ？でかっ。え、なにこれ？インスタ更新。なに今の。え、なに？くばし。魚、それでも魚を釣って、これ魚だよね、これ。なにこれ？なんか逆にグランパス関係なくてがっかりなんだが。濃いだね、ちょっと待って、カツさん、カツさんこんばんは、してなくない、カツさんこんばんは、トムさん、トムさん、トムさん、
あ、トムさんね。ワンピースな。セーバス。危険危険、身の危険。じゃないの？そっちなら分かったんだけどな。おもろいな、やっぱ。この時間だ、あの、これまださ、11時だけどさ、明日も逆に夜からやってもいいね。深夜のテンションめっちゃ好きなんだよな。みんな変になっていくでしょ。みんな変になるのよ。うん。トムさんが、うん。恋の成長。この中に考察のプロいませんか？難易度高すぎて、あの、くばしのね。ほんとよな、高すぎ、匂わせじゃなかったらどうなんですかね。カープ広島への移籍の、あ、ははは。カープと見せ、だからあの、サンフレッチェね、そのつながりでね。どんだけくばしは、いろいろ考えとんねん。すごいな。てかさ、くばしも楽しんどるだろうね、これで。みんながわーわー騒ぐもんで。あ、トムさんのセリフね。うんうん。さっきのドンと胸を張られたやつよ。かっこいい。ワンピースのセリフさ、かっこいいの多いよね。背中の傷は、剣士の恥だも初めて見たときかっこよかったな。今クバの復帰発表されたらさすがに今されたらね。でもちょっと足あの6は9分8秒延長します。その後の9分8秒の中で鬼クソ喜んで、うん、残りは続きは明日の9時からねってしますね。はい、来いカープ。 あいいじゃん、平成さん8ポイントだよ、それ。名古屋グランパスの8で。8ポイント。クリオナグランパスさん、カープ行ったらサンドでさ、そうだよ。カープに行って、広島に行ったついでにサンフレッチェ移籍だからね。カープ、カープ、カープ、広島、広島、カープ。みたいね。いやー、ちょっと楽しみだね、マジで。明日ね、なんもないかな。あったらマジもう心臓飛び出るよね、みんな。うん、マジでもうほんと嬉しいよね、明日なんかあったら。くばしのことサラさん、グランパスは9日深夜、ロシアサッカープレミアリーグ、ヨーロッパ欧州来たよ。ゼニトに所属するサイレントジョーカーの獲得要素があると一部記者により分かった。サイレントジョーカーは現スロベニア代表で今シーズン17試合9ゴール5アシストを記録しているが、ウクライナ戦争があり自らロシアサッカープレミアリーグでの出場を辞退していた。ゴリキ派フォワードで迫力があるサイレントだが、ややヤンチャな一面もある。楽しみだ。ちょっと待って、サイレントサイレントジョーカーさんは今度。誰よ、サイレントジョーカーさんは。じゃあ誰よ今度。わからんくなったよ。ジョーカーさん。誰よサイレントいやーちょっとね。サイレントジョーカーさん誰？ジョーカー。あ、ナナシさんこんばんは。俺が来た。お前は誰だ。え、ナナシさんアニメ。ナナシさんこんばんは。アニメのセリフですか。この戦いを終わらせに来た。よくやった。いや、最近ちょっと、あれみんな見ますか？あれ。ワンピースの。見たいんだけど、あれ。レッド。
そうか、そんなに地球が好きになったのか、ウルトラマン。どういうこと、どういうこと。あ、新ウルトラマンかなんかのセリフ、謎キャラ奈良さんだ。松さん奈良さんね。そうそう、ハマってるもんね、ちょっと。七七さんね、サッカー知っとるもんね。サッカー知っとるもんでね、この人ね。サッカー知っとる。昨日のワンピースの YouTube 配信。あ、なんかや、すごい、何万人も見てたやつでしょ？何万人も見てるから、まあ、俺が見なくてもいいかと思ってね、見てない。ほんと。何万人も、僕昨日あれ見てましたもん。めちゃくちゃ面白かった。あれ、ね、あの人たち。勝手にコンサドーレ、札幌さんのね、あれ見てた、めっちゃ面白かった。あのね、テキストでね、天皇杯が全然わかんないじゃん、試合の状況が。テレビもやってないし。で、その、勝手にコンサドーレの中の人の一人が、現地で見に行って、もう一人は生配信してっていう風にやって、現地の、状況をすぐ LINE でバババババって送って、何で情報ですとか言ってね、やってた。あれめっちゃ面白かった。あ、タイカ、あ、そう、タイカ決めた。あ、でもなんか、またなんかもしもししてるよ。だからワンピースの方見てなくて、そっち見てました、私。はい。勉強してました、YouTube の。あ、これは面白いわ、つって。なるほど、こういうのが、そのテレビで放送されなくてもこういう楽しみ方があるんだなーってね。すごい。すごいそれ見てね。勉強してましたよ。オフサイド？オフ？あれなんか今日、目が赤い気がするが。赤くない？目が。あれこんな目赤かったっけ？なんか目がちょっと赤い気がするわ。目赤いな。目赤いね。ちょっと目が赤い気がするね。赤いよね、目が。充血してる。なんか充血してるわ。皆さん、サッカー全然わかりませんが、ルヴァン第2戦は5点差あるかな。そうそう。そう、余裕だよ。余裕ではないよ。油断禁物。油断禁物です。ちょっとでも安心できるスコアではあるよね。赤目のケイだ、かっこいい。うわ、平成さんありがとう、それめっちゃ嬉しいかも。赤髪のシャンクス、赤足のゼフ、赤目のケイだでしょ。オフサイドか、マジか、オフサイドか。どうよ、これかっこよくない？三大赤だよ、三大赤。グラン、ワンピース、ドン。赤マスクのケイだ、いいね。見せてもらおうか。連邦軍のモビルスーツの性能とやろ。いや、いいね。赤目の毛だ、赤マスク。いいね。赤、やっぱ赤だよね。ケイナー的にはね。うわ、顔、あれ。ユニフォーム、ちょっと、マジ顔、忘れる前に。うわ、もう、やば、もう半だよ。終わっちゃうよ。終わりますね。今日はね。皆さん、もうね、11時半ということで、明日も皆さん、学校なり、仕事なりあると思います。明日、まあ、くばしの、もしね、発表があり、くばしが、処分がね、6ヶ月以内だった場合、発表があり、もしくは、6ヶ月以内だった場合にですね、ですね、こちらですね。何や？何や？はい、こちら、よいしょ。これやります。これ絶対、もしね、そんなことがあったら、もうサムネバッチリ、これサムネいいでしょ？バッチリ。クバ期間、祝いクバ期間、乾杯生配信、6月10日金曜日21時から、ケイラタイムでやります。もしね、そういうことがあったら、もしなければ、発表もなければ、単なる、そうだね、日本代表戦を見て、見終えての感想だったり、くばしどうなのかなっていうことをね、皆さんとね、雑談。そして、おそらく明日は金曜日なので、その後ね、話はもうずれまくって、もう全然ね、関係ない話にね、行くと思いますので、まあそこはね、だから話がずれて、あの花を知らない人いるん、
あの花の話になったりね、すると思いますよ。あの花、あの花の話したり、秒速5センチメートルの話したり、すると思いますので、皆さんよろしくお願いします。で、あさって、ちょっと待ってね。まだでは、まだ皆さん、今宣伝中なんでね。で、ですね、あさってになる、あれ違う。ないよ。で、あさってね、土曜日はこちらね。よいしょ。ルヴァンカッププレーオフステージ第2戦、実況生配信していくってことで、こちらもぜひ6時15分からやりますので。なので、今週は、なんと木、金、土の3夜連続配信ということで、皆さん、よろしくお願いいたします。ケイダタイム。生配信バリバリやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いしますということですね。ガンセンのマジかー、ガーナ戦のミンプレー、ちょっとすいません、ちょっと申し訳ないけど、すいません、クリアさん、いや、かっこいい、なんて読むの、ケシインヌさん、なんて読むのそれ、ケシケシ鉄長、結腸のババネロかっこいいのかそれ。ハバネロね、辛いですね。結腸、結腸でいいのかな、読めない漢字。お、流し、コメント流し忘れの K だ。ああ。これな、これちょっと、ずーっとフォーメーション聞いとるってことこれ。どんだけフォーメーション気になっとんね。僕は小学、あ、嘘でしょ、村瀬さん、マジで嘘でしょ、村瀬さん、信じちゃうよ、そういうの。だって中学生、中学1年生とかいるとなんか、いるのかなと思っちゃうよ、本当に。ガーナ戦のミンプレを、ちょっとすいません、日本代表のちょっとミンプレはちょっとね、すいませんが、はい。誰かやってくれんかな、それこそミルアカさんとか見ていただければ。ね、やられてると思うんで、ぜひそちらの方でよろしくお願いいたします。ということで。あ、ちょっと待って。長文、これはグランパスさんね。グランパスは、あ、ちょ、これだ、ちょ、読めない、これ。ちょ、待っててよ。グランパスは9日深夜、武田洋平、嘘でしょ、発表、対談理由はチームメイトとの関係悪化や、試合に出場できないことが一番とされている。しかし、グランパスはすぐ補強を行い、武田洋平の代わりになる第二キープを獲得した。新勢力の武田洋平だ。ちょっと、ってこと、どういうこと、ちょっと待って、武田は今週、どうなっちゃったの、ドルトムント第2キーパーを務めた実績ありのキーパーで、第2ランゲラックにもなりそうだ。またランゲラックはアバイマスクも兼ね備えており、非常にする。ちょっと意味がわからん文章になってるよ、これ。新戦力の、これランゲラックって書きたかったのかな。ランゲラックは今シーズンドルトムントで第2キーパーを務めた実績もある。よくわからん、ごっちゃなっとる、混乱させないでくれ、私を。勝さん、お疲れ様でした。サタンさんのワールドについていけない自分が情けないな。クリオナグラパさん、ガーナ戦のミンプレ、あ、だからガーナ戦はちょっと無理。会場レストラン、あ、それはしたいね。もうなんだっけ、あの人パールじゃなくて、ちゃちゃ、あの人誰だっけ、クソ、あ、違う、なんだっけ、忘れちゃった、坊主の人ね、忘れちゃった、なんかいいね、面白い人、レストランにいる人、あ、忘れちゃった、パティシアね、パラパラティエの話したいね。銀じゃない、銀はね、あっちでしょ、銀はさ、ドンクリークの方の人たちだ。会場レストランで坊主で、クソ、お客様に、なんかお客様に失礼な言葉言う人、忘れてた名前。坊主で、忘れちゃった。あれ？レッドカード出たのに、嘘。あ、ほんとだ、レッドカード出てる。マツさん、ありがとう。全然見た。クバちゃん、またインスタ更新。そう、クバちゃんね、ストーリー、なんか続きが出てて、なんか魚のね、ドアップ。なんじゃこりゃ、つって。ゆうチャンネルさん、あれ？そういえば最近ノーミルク、あ、ほんとだ、ノーミルクさん見ないっすね。ほんとですね。ノーミルクさん、ぜひまたいらしてください。はい。じゃあ私、ノーミルクさんね、しっかりと、チャンネルチェックさせていただいてね。
はい、面白く見させていただきましたのでね、信じてもらえないのであれば対外的砲撃手段を怖い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 信じる小4ね、信じます、すぐ信じた。七七さんは小4でサッカーのことは全然知らないです。怖っ、対外的砲撃手段めちゃくちゃ怖いんだよ。佐藤さん本当だ、45分なっちゃうじゃん、なかなか僕ね終わるの下手くそなんですよね。松さん30分言うに間違いない、もうちょっとこれ皆さんのコメントだけ読んだら終わりますね。銀さんじゃなくて、あ、パティ、あ、そう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 、パティ、ユーチャンネルさん、そうそうそう、パティさんです。あ、トシンシンさんありがとうございます。パティ、パティ。あれ、セリフ忘れちゃったらすっごい面白いとこ。こういう顔する人。こうやって喋る人。お客さんに。わかるかな、わかるかな、え、12時、いやいやいや、大輝さん12時ちょっと。12時でもね、みんな騙されてるけど、ケーダーは30分までとは言ったけど、23時、3時、言ってない今日。いや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 、いやいや、3時で、3時30分で、もう、世界の鍋やつ大変や。くそ、わかる？七七さんはおもろすぎる。大概、敵砲撃手段って、ダメだよ、松さん。小4だよ。七七さん、ちょっとやめて。怖いで。時間よ。小4ですよ。松さん。怖いもんで、ね、その対外的砲撃手段がめっちゃ怖いもんで、もう小4って僕は信じ、松さんは信じてないかもしれないけどね。僕は、もう、七七さんね、僕は、ケイダーは信じてますよ、っていうことね。ザビエさん、シュビル族は10日まで結果出るんでしたっけ？あ、それまで全然、もう噂の噂の噂中の噂、噂オブ噂です。みかんさん、すいません、ロムってたのに間違って空白打っちゃいました。あら、ほんと？白打った白、空白？いいよいいよ。全然いいですよ。確かにいいかな。おやすみなさい。みんな配信終わりました。じゃあもう終わりますよ。ベンチ？ベンチ要素、あ、いいね。あ、ちょっと待って、でもそれ聞くと、ちょっとまたね。これはもう、いろんなもう、スタメンからね、意義ありなんで、ちょ、意義ありもう、おしまいで。一回みんなもう本当終わりますよ。小4ダブリ。ダブリね。確かに、クンメルさんに、あ、怖い怖い。松さん逃げて。松さん逃げて。対外的砲撃手段食らっちゃうよ。それな。はい。たくさんコメント、ありがとうございます。本当にね、皆さん。いや、でも、私は最後に皆さん。木曜日というね、週の真ん中っちゃ真ん中の日にね、こんなにたくさん皆さん、本当にありがとうございました。ノーコメント組の皆さんもありがとうございました。コメント組の皆さんもありがとうございました。いつも本当に楽しい、この、僕がこんなに楽しく配信をできるのはですね、皆さんのおかげだと思っております。なのでね、ぜひ明日もね、雑談配信します。で、明後日は実況生配信しますので、ぜひお時間が合う方は、また。ケーダータイム見てき、見に来ていただきたいと思います。怖い怖い。クリロナさん怖なっとるで、ちょっと、ね。あ、そうだとかやめてもみんな。何って聞くでしょう、それ。はい。ありがとうございます、先生さん。ケーダーさん、嬉しい。高山さん、嬉しい。高山さん、いつも褒めてくれる。ありがとうね、ほんと。おやすみなさいね、皆さん。勝田もおやすみなさい。質問はちょっともうね。おやすみなさい、皆さん。あ、じゃ、ただいさんの質問はね、明日のね、ケーダータイムでぜひね、ちょ、みんな、ぜひお聞きしますんで。皆さん、本当に、絶対ね、サタンさん、質問お聞きしますんでね、明日ね。よろしくお願いします。ということで、皆さん、ちょっとマジか、でなんかやめづらいな。はい、はい、中田ひとしはローマですね。はい。はい、はい、お願いね。はい、皆さん、じゃあ、それではまた、お会いしましょう。ケイダーでした。バイバイ。また明日、今ね、ここにコメントされてること、明日ね、皆さん、同じことコメントしてくださいね。それ私、必ずね、それを見て答えます。